こんばんは。こんばんは。大丈夫 BGM は。こんばんは。はい、こんばんは。ありがとうございます。通知ありがとうございます。あ、ポーちゃんもね。あとこれクレハさんっていうの？ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。アマナプーチありがとうございます。こんばんは。始まりました。今日も、あ、アキちゃんありがとうございます。こんばんは。いやー、早いわね、一日が。もうほんと。ね。それ、ふわちくんのやつ？ってそうよ。ふわちくんのやつよ。アマナプーチありがとうございます。ね。なんで？うん、ね、かわいいでしょ？ねえ、ちょっと、あ、匿名さんありがとうございます。アメリカンドッグありがとうございます。早いよ、なんかねえ、一日早すぎて、なんかもうほんと、なんか日中さ寝てばっかりでしょ、なんかもうほんとさ、日中はなんか寝てるわね、ほんと。何かやり過ごしたのって、アポーちゃん2個ありがとうございます。いや別にそのやり過ごしたわけでも何もなくて、ほんとね、寝てるなってことよ、ずっと。ね、アメリカンドッグありがとうございます。匿名さんもありがとうございます。ありがとうございます。なんかもうほんとさ、いやね、もうイベントね。あ、パピーちゃんありがとうございます。なんかみんななんか聖杯持ってない？もうやだもん。ねえ、リスナーさん誰か聖杯持ってる人いないのかしらね。ほんと聖杯出ないわね。投げてくれたのにね、ほんと出ないわね。他のところなんか出てるのにね、ほんと聖杯ね。あ、匿名さんありがとうございます。なん聖杯ってあんのよ。聖杯って何って、あ、まゆみちゃんありがとうございます。聖杯って何って話、あれでしょ、聖杯知ってるくせに、なんかかばってもらおうとして、聖杯って何ですかっていう風に聞いてるでしょ、ほんとね。もう毎回出てるよ、聖杯って、おなじみよ、ほんと。あなたほんと、一個ずつ投げて何確率上げた方がいいのかしらと。あー、どうなんだろう、一個の方が出やすいのかな、聖杯って。いや、それわからないんで、私はね、ほんと。アメガホンありがとうございます。あ、匿名さんありがとうございます。6月ありがとうございます。つーちゃんもありがとうございます。本当に知らないの？本当に知らないのね。聖杯っていうね、こういうね、金のさ、今一瞬なんかちょっとパソコンがちょっと今おかしかったわ。大丈夫？アポーちゃんありがとうございます。ツーちゃんありがとうございます。アポーちゃん5番ありがとうございます。一瞬なんか画面がおかしかったんだけど大丈夫ですか？あ、ツーちゃん3つありがとう。ポーちゃんありがとうございます。匿名さんもありがとうございます。アメリカンドッグありがとうございます。こんばんは。大丈夫だった？なんかね、この聖杯あるじゃん、聖杯って、なんかこういうさ、こうやつ、聖杯って、どう言ったらいいの、聖杯ってね、金のやつがあんのよ、アイテムで。聖杯ってわかるでしょ？ね、なんかほら、コップみたいなやつよ。わかる？コップみたいなやつ。あ、つーちゃんありがとうございます。わかる？ね、今なんか質問してくれた人、あ、トロフィーみたいなやつ、そう、ね、わかる？聖杯って。聖杯っていう意味知ってる？ね、アメリカンドッグありがとうございます。そっからだって説明しないといけないのかなみたいなね、大丈夫？聖杯ってあるのよ。そうそう、オリンピックで、そうもらうじゃない、メダルとなんか一緒に、こうなんかこう、ほら、こう耳のついたやつなんかあるじゃない、金のやつなんか、そうそう、トロフィーみたいな、そうなんかあるでしょ。ね、メダルとなんかもう一個なんかそのね、副賞かなんかでもらうじゃないの。あ、ウーピンちゃんありがとうございます。それよ、それのこと聖杯っていうのよ。そうそう、でその聖杯の
アイテムがこれね、リスナーさんしかもらえないのよ。あ、匿名さん2個ありがとうございます。ポーチありがとうございます。ありがとうございます。あら、ありがとうございます。そうなのよ。通知ありがとうございます。アメリカンドッグありがとうございます。こんばんは。通知ありがとうございます。そうなのよ、これ。ね、アメリカンドッグありがとうございます。ポーチありがとうございます。ね、でリスナーさんがこの有料アイテムを投げるじゃない。例えばそのアメリカンドリームとか豚とか象とか投げるでしょ。パン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 投げるじゃん。でね、1000分の1だっけ確か。1000分の 1? え、合ってるよね。1000個に1個だっけ。あ、匿名さんありがとうございます。確かね、1000個に1個の確率で出てくるみたいな。ひむりんちゃんありがとうございます。そうそうそう、あるじゃん、パチンコでもあるじゃん。なんかパチンコ皆さん知ってるでしょ。あ、ポーチありがとうございます。例えば350分の1みたいに当たるでしょ。350回でもしかしたら当たるかも当たらないかもっていう風な感じよね。あ、ポーチありがとうございます。 0.001 か、0.001%。 あ、匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ言ったらさ、まあその350分の1っていうのは皆さんあれなのよ。あ、元神田さんありがとうございます。そのさ、350のマスがあるのよ、わかる。こう例えばさ、はい、お客さん、じゃあどの数当てますって言って、うん、そうねみたいな、赤のじゃあ15とかって言ってさ、なんかあるじゃん、なんかこうほらギャンブルとか行ったらさ、なんかそういうのあるでしょ。なんかラスベガスとかなんかでさ、どうしますみたいなあるでしょ。なんかそういうのあるじゃないの。あ、匿名さんありがとう。あんなイメージよ、カジノみたいな。だからマスがだからあるとしたら、350分の1はだからその350のマスがあったうちの1個なのよ。あ、ポーチャーありがとうございます。5個ありがとう。はい、じゃあ350だから玉をこうくるくるくるって回して、350あるでしょマスが、その中の1個にポチって入ったら当たりなのよ。だからその言ったら聖杯っていうのはね。あ、プティンチャーありがとうございます。5個ありがとう。1000個だからこう1000マスあるの。1000マスわかる。1000あったうちのどっか1個がこう当たりがあるとするじゃん。そこにこうポチンって押したら当たりなのよ皆さん。そうそうそう、わかる言ってること。そうそう、1000の中のこのルーレットがこの回ってるこの1000っていう中のこの1個、コロ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 って回ってポチンって押して、そこが当たりだってとこになったら当たりなのよ皆さん。聖杯もらえるのよ。そう、あ、KP ありがとうございます。確率低いんじゃない、だからそう確率低いって話よ。そういう話をしてるのよ、大変なのよと。あ、いいね、ありがとうございます。メガホンありがとうございます。匿名さんありがとうございます。出てないのよ、なんかうちだけ意地悪されてるわ、なんかねえ意地悪されてるわね。あ、つーちゃんありがとうございます。あ、ぽーちゃんありがとうございます。 KP ありがとう。風船ありがとうございます。ねえ、ほんと意地悪されてるわよ私たち。あ、ポーチャーありがとうございます。小麦んちゃんありがとうございます。出てるもんね、初日からなんかバンバカ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 出てるよ。だってそう、倍も出ないし、これねえ嫌がらせよこれ。アメガホありがとうございます。運営さんお願い、ちょっと運営さんお願い、もうほんと何もかも私から奪わないで、ほんと何もかも。あ、ありがとうございます。匿名さん20倍、ありがとうございます。ありがとう。20倍ありがとうございます。ありがとう。アメリカンドッグありがとうございます。もう何もかも奪わないで、私の元から全部ね、ほんと。あ、特別ありがとうございます。そうそう、奪わないで、私の元から何もかも、ほんとね。おすすめ規制やらね、倍率やら、ほんと
ねえ。あつーちゃんありがとうございます。アメリカンドッグありがとうございます。フローレンちゃんありがとう。お願い、聖杯を運営さんください。私たちにください。本当、ね、悪いようにしません。どうかお願いします。お願いよ。ください。アメリカンドッグありがとうございます。意地悪しないで。さあ、飲もうこれ。ね、ちょっと、よく換算か、チンピハンゲ飲むわ。ちょっとね、神経症だからちょっとね、落ち着かないと。あ、にゃっぴーちゃんありがとうございます。つーちゃんありがとうございます。ありがとうございます。アメリカンドッグありがとう。フローレンちゃんありがとう。ありがとうございます。今日は声がかすれてますね。大丈夫ですか？大丈夫です。さっきほら、ボイトレね、言ってたからよ。ボイストレーニング。最近ね、言ってるのよ、ボイストレーニングね。また、そう、ね、あつーちゃんありがとうございます。匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。あにゃっぴーちゃんもありがとうございます。あ、匿名さんもありがとう。成果あるだろう、本当。何、成果あるって。ねえ、そうそう。あ、匿名さんありがとうございます。ポーちゃんありがとうね。ボイトレっていうのはね、まあ、その歌がさ、まあ、うまくなりたいっていう風な意味もあるけど、やっぱ安定をやっぱね、させるっていう風な意味でもボイトレは大事なのよ。ポーちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。匿名さんもありがとうございます。そうそう、ボイトレ先生厳しいって。ああ、厳しいね。結構言ってくるね、やっぱ。ね、姉子ありがとうございます。匿名さんありがとう。まあ、特にその今日はほら、クリス・ハート歌ったけど、なんだろう、やっぱちょっと聞いてて、やっぱこう、しんどそうに聞こえますねとかっていう風にやっぱ言われるからね。やっぱあれ難しい曲だからみたいな。あ、匿名さんありがとうございます。 そうそうね、聞いててやっぱちょっと疲れるみたいな。しんどそうに聞こえるのはなんか、やっぱあるし、みたいな。あ、匿名さんありがとうございます。そうそう。なんかね、私ね、間違っちゃったのよ、クラスが。ね、皆さん、私。あ、匿名さん、にゃっぴーちゃんありがとうございます。なんとなく、歌が上手くなりたいなっていうふうに思って入ったクラスが、まさか違ったのよ、皆さん。なんかね、その、プロを目指すコースに入っちゃったの、私。そうね。前に間違っちゃってね、それ。もう3年ぐらい前なんだけど。あ、匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。匿名さん、豚、あ、な、象？ありがとうございます。つーちゃんもありがとうございます。そうなのよ。そこ入っちゃって、私。そうっすね。プロ目指すコースみたいな。いや、変われないの？って。もう、でも3年行ってるからね。つーちゃん、ありがとうございます。今、先生変わったんだけど、最初の先生すっごい厳しくて、ほんと。なんだろう。あなたの歌い方っていうのは、すごくね、聞いてて雑だし、聞き手の方からすると、疲れるみたいな。ね、そうそうそう。な、こっちがね、気がね、ちょっとこう入っちゃうのよ、みたいな。そうそうそう。こっちがね、ちょっとね、力んじゃうような歌い方してるのよ、みたいな。それではちょっと聞き手はね、しんどいし、聞いてて。あ、にゃっぴーちゃんありがとうございます。匿名さんありがとうございます。それではダメみたいな。 そういう言われたりとかするしね。言われるよ、こうやって。そう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 、わかる？だはーってあるじゃん。はーってあるじゃん。はーってあるでしょ、皆さん。普通にはーって歌うじゃん。はーって、ね、はーみたいな。例えば、はーって言うじゃん。はーって。はーって言うんだけど、先生は違うのよ。はーみたいな、わかる？ ね、はーって意味。わかる？その、はーって、なんか、その息を吐いて、なんかこう、音を出すみたいな、そう、歌い方を、すごくね、求めてくるのよ。そう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 。ね、わかる？そうそう。なんかね、例えば、
クリスハートだとね、皆さんね、君はなぜ悲しそうにってあるでしょ、悲しそうしそうにみたいな、わかる、しじゃなくてしーみたいな、わかる、しーみたいな、そうなんだ、ちょっと息を吐いたなんかこうわかる、音入れるみたいな、そういう風に歌いなさいとか言われるわけよ。そう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 、うんね、そういう風に歌いなさいとか言われるわけよね。結構難しいのよこれ、皆さんね、本当ね。はい、今なんか最初の頃なんてもうね、はい、教式の歌い方してるからダメみたいな、胸から出しちゃいけないって言ってるでしょみたいなここじゃないのよって、ここよみたいな、お腹から出すのよみたいな、うんね、言われるんだから皆さん、本当ここだけではダメよみたいな、ここで出したらもう喉がね潰れるからみたいな、うん、あなたの歌い方ではもう声が潰れるみたいな、いいのみたいな、40過ぎてからもう声出なくなっちゃうよみたいな言われて、うん、いやお腹で出すって普段から出してるよ、今最近腹式呼吸よ、そうそうそう、今最近はね、うん、そう、あ、アメリカンドッグありがとうございます、ありがとう、難しいでしょ皆さん、そうなのよね、ということで無料くださいね、アメリカンドッグありがとうございます、そうそう皆さんね、うん、だいたいその息の長いあのその歌手やってる人はだいたいもう腹式なのよね、うん、ね、ミーシャとかさいるじゃん、スーパーフライとかね、あそこらへんほら腹式じゃない全部、そう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 、うんね、だ逆にだからそのこっから出す人っていう風に胸から出す人っていうのはやっぱ結構声帯潰れやすい、浜崎あゆみとかさ、中島美嘉とか、中島美嘉もほら声帯痛めたでしょ、あと ELT とかね、エブリリトルシングとかそうじゃん、そう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 、うんね、やっぱちょっと声帯痛めちゃうんだよねやっぱね、こっからやっぱこう出すと、うんね、あ、聖子ちゃんは腹式、うん、あ、フローレンちゃんありがとうございます、そうそう、お腹からこう出すっていうね、そうそうそう、それがすごくあの大切なのよ、うんね、そう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 、あ、匿名さんありがとうございます、ゾウありがとうございます、ありがとう、なんで出ないのかしらね本当、あ、匿名さんありがとうございます、運営さん何言ったいね、私があれかな、もしかして運営さんのさことをさ悪く言ったからかしらね本当、私のことをおすすめ規制にするからあなたたちもそうやっておすすめ規制になったのよみたいな、それが聞いちゃってる感じちょっとね、あ、匿名さんありがとうございます、それ言っちゃったかしら本当ね、それ聞いてたかしらもしかして、あ、匿名さんありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ヒーさん無駄毛処理ってどうしてるんですかって、無駄毛処理、私毛生えてこないもん全然、ほら見て、脱毛言ってたから昔ね、全然生えてこないのよ、あ、匿名さんありがとうございます、ゾーンありがとうございますね、これ最終日まで生え生えてなかったらもうほんとこれクレームもんだよね、ほんとね、クレームだよねこれね、ほんとっていうかさ、私ねちょっと聞きたいことあんだけど、あ、その無駄毛処理っていうのはだからその T 字かなんかでこう背中とかやってるよ、背中結構ボーボーだからね、うん、ちょろちょろちょろっていう風に生えてくるからこうカッ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 っていう風にねやったりとかするけど、なんで、うんね、無駄毛処理してるよ、匿名さんありがとうございます、生えてこないところはもうほらもうここら辺とかしなくていいじゃんね、脇とかもほら見て、ほら脇もねほらもう生えてこないしみたいな、脇もねほら見て、そうそう脇もねこんな感じね、あ、匿名さんにこうありがとうございます、あら、ありがとうございます。あら、何一体どうしたの？どうしたの一体？何どうしたの？一体。あ、セッキーちゃんありがとうございます。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ。どやさどやさどやさ、ありがとうございます。
どうしちゃったの本当、匿名でねえ、全然良かったのよ、オープンでねえ、本当、あ、匿名さんありがとうございます。あ、いいのよ全然ね、アナありがとうございます。アメリカンドッグありがとうございます。あ、スーちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。ボーボーなイメージがある私。あ、そう。でもね、私結構ね、だいぶね、良くなったのよ皆さん。昔の動画見てほしいんだけど、ここら辺もうボーボーなのよ。わかる？ここら辺からもう毛がね、ビヤーってね、あったの。ブワーって。ブワーって。もうここら辺、青ひげでね、ビヤーって。それがもうほら、ないでしょ皆さん。これ。そう、脱毛のこれ、成果で。ないのよ。ほんと。ねえ。そうそう。そうなのよ。そう、サロン脱毛で。何回も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 行って。サロン脱毛めんどくさい。何回も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 行ってたよ。ほんと。めんどくさかったわ、あれ。アメリカンドッグありがとうございます。うん？そうそう。個人経営みたいなところ行ってきて。そう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 。ねえ。大昔よ。大昔。そうそうそう。大昔ね。なんか昔あの新宿の方まで行っててさ、私車で脱毛ね、ヒゲの脱毛行ってて、ほんとそうよ。で喧嘩してね、やめちゃったのよ。喧嘩っていうかなんかね、なんだろう、なんか揉めちゃったのよ。匿名さんありがとうございます。20倍ありがとうございますね。喧嘩したんだよね、ほんと。うん、なんで喧嘩したのって。なんか喧嘩っていうか、リスナーさんのやつは結局私がね、まあ、スケジュールお互い合わなくて結局、まあ、自然消滅って感じな。匿名さんありがとうございます。出るわよ今、皆さん出るわよ、今出るよ、今出るね。今出るね。出る今ね。え、アポーチありがとうございます。ありがとうございます。フローレンチありがとう。ヒムリンチありがとう。ポーチありがとうございます。なんでだろうね、ほんとね。え、匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。コムギンちゃんもありがとうございます。なんか私がさ、なんかあれだね、なんか詐欺してるみたい、ほんと。今よとか言ってさ、ね、今のうちに投げてとか言ってさ、投げてもさ、出ないでしょ、ほんと。ね、ほんと。詐欺してるみたいね。あ、匿名さんありがとうございます。豚ありがとうございます。アメリカンドッグもありがとうございます。あ、匿名さんありがとうございます。こんばんは。あ、フローレンちゃんもありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。なんかね、その脱毛のお姉さん、今思ったらなんかそんなことでなんで怒ってんのかなと思っちゃうけど、なんかね、ずっとなんか私の話を聞いてくれないのよ。全く。私が話したことも全部すべてね、話のなんていうの、腰を折るっていうのかしら。あ、匿名さん、豚ありがとうございます。ありがとうございます。わかる？なんか全部ね、私の話を、まあ、折るのね。すべて。なんか自分が喋ったことでも、わかるみたいな。私もそうよ、みたいな。スーちゃん、ありがとうございます。全部なんかもう私の話に持っていく人いるじゃないの。私もそうよ、みたいな。そうね。私もそうよ、みたいな。それそれわかるわ。私もそうよ、みたいな。全部ね、その話を折るから、なんか話全部折るんですねとかってちょっと言っちゃったの、チクッとね。そうそう、私の話を全部ね、すべてもう折っちゃうんですねって言ったら、一瞬静まり返ったのよ。ね、一瞬静まり返っちゃって、ほんと。そうそう。で、そっから、なんか不穏な空気になっちゃってね。なんか私が空気をなんかもうね、こう悪くさせたみたいな。いや、配信外で言ったのよ。ねえ、そう、気まずくなっちゃって、みたいな。ごめんなさい、なんか変なこと言っちゃったわ、みたいな。あ、いいのよ、みたいな。
別にみたいな、ごめんなさいね本当私もなんか話をちゃんと聞いてなくてみたいな、聞いてない向こうもなんかこうね謝ってて、徳明さんありがとうございます徳明さんありがとうございますね。ちょっと今日はもうやめますって言ったのよ。やっぱりなんかそういう風なね、やっぱ雰囲気がやっぱ良くないし、もう私のせいなんだけどね、やっぱちょっと良くないし、また今度みたいな言って、あらそうよねって、やっぱそうですよねってなって、でそれで終わって、そっからだよねうん、あ、匿名さんありがとうございます、ありがとうございますね。まあ私は良くないんだよね本当ね、我慢しろよって話よね本当。そういうのねいちいち言わなくてよかったのよ私もね。私もね余計なこと言うからね本当ねえ本当、余計なこと言うからさ本当ねえ本当、言わなければよかったのにそういうことばっかりねえ本当、良くなかったなと思って自分でもね反省してるのよ本当。そうそうそう、うんね、我慢しろやって感じね本当ね。うん、アメリカンドッグありがとうございます。そんなことね、たまになんかもう最近美容院の美容院も結構いるじゃんそういう人。美容院もなんかもう自分の話ばっかりねペチャ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 喋る人っているでしょ。ほんとずーっとねペチャ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 も喋ってる人で、タクシーの運転手でもさ別に話したくないのにずっとペチャ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 いるじゃない喋ってる人って。ああいうのって、ああいうの何、こっち我慢しなきゃいけないのかね。我慢してるでしょ大体みんな、私に似てるからみんなね、我慢してるでしょ大体。うん、あ、匿名さんありがとうございます、ありがとうございますね。我慢してるでしょ一生、私と一緒ね。匿名さんありがとうございます、わかる、同じだね本当。うんね、うるさいって言えないもんね。あともう店員さんのねペースにも私ね結構引きずり込まれちゃうのよ。服とか見てるじゃない、あらとか言って、あ、匿名さんありがとうございます、その服いいでしょとか言って、こっちにもなんかそういう服がいっぱいありますからこちらの方へどうぞって言ったら、あはいみたいなねえ、ずか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 言っちゃうのよ私もね本当。もうやだもう、匿名さんありがとうございますそうそう、あるでしょそういうのね。ポーチありがとうございます、ずか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 言っちゃうわけよねえ、ほんと何なのかしらやっぱね、ほんとわかる。あ、匿名さん5番ありがとうございます、ありがとうございます。あ、確かに、あ、ふうこちゃんありがとうございます、匿名さんありがとうございます。多分コロナで多分減ったね、喋りかけてくる店員さんね、確かに。あ、ポーチャーありがとうございます、匿名さんもありがとうございます。まあでもショップっていうか、ポーチャーありがとうございます。あれちょっと高級店は結構相変わらずよ、高級店とか。匿名さんありがとうございます。そうコロナの時は良かったけど。あ、ポーチャーありがとうございます、こんばんは、匿名さんもありがとうございます。いや高級店だと例えばそのコーチとかも行ったら来るよ店員さんが、何かお探しですかとか言って、いらっしゃいませ何かお探しですかと言って、うん、そうそう、あれですかって言ってね、誰かにお誕生日ですかとか言ってね聞いてくるよ本当。うんね、そうそう、何かお探しですかって言って、うん、来るよ大体。うん、あ、匿名さんありがとうございますねえ。こないだ私さ、たくみくんに買ってさ、6したんだっけ、あそこも店員さんすごかったよ、だってほんとねえ、うん、ほんとに私3人ぐらい来たもん、店員さん打って変わって、ほんと何かお探しですかってお聞きしますよって、今こちらとてもすごい人気なんですよって言って、うん、そうそうそう、よかったらどうぞって言って、うんね、よかったらどうぞどうぞって言っての言うのよ店員さんが、あ、はいって言って、見てるんで、あ、そうですかって言ってね引っ込むのよね。私も出すわけオーラをね、うんね、
喋りかけてくるなっていう風なオーラ出すわけ。対応もね、あーって、はいはいはいみたいなね、はいはいはいってね、もう本当ね、はまっちゃうから向こうのペースに。わかる？いや、本当は私もね、愛想よくしたいのよ。でも皆さん、私は愛想よくしちゃうと、ほら、波長が合っちゃうと大変じゃない。いや、向こうのペースに全部飲まれちゃうのよ、本当ね、やっぱゆっくり選びたいのよ。プレゼントはね。匿名さん、ありがとうございます。あ、これがいいかな。あ、こっちがいいかな。こっちがいいかな。とか言ってさ、こう、やっぱ、ゆっくりこう、楽しみながら、こう、ゆっくりじっくりこう見ながら、やっぱ考えたいわけよ。店員さんなんかもう自分のペースにこう引っ張ってくるでしょ。なんか、もうなんかもう、ね。だからもう、やめてほしいから、ちょっと、あっていう風に、私はもうね、ちょっとこっち来ないでっていう風にこう、やるわけね。アメリカンドッグありがとうございます。そしたらなんかまた違う店員さん来てさ、あらーどうもって、お探しですかって言って、こちらもすごいとってもいい人気なんですよって言ってね、とってもすごい人気でって言って、皆さんよく買われるんですよって言って、ね、こちらにこちらの商品も人気ですけど、こちらの方もすごい人気ですよとかっていう風に向こうもね言ってくるわけよ。そうそう、わーたーたわが立つね、もうほんとと思って。特別さん、ありがとうございます。ゾウ、ありがとうございます。ドッグ、ありがとうございますね。そうそう、見てますからって言って、あ、そうですか、見てますからって言って、 はーいって言って、そうそうそう、ね、見てるでしょ。私はまたね、こうやってゆっくりと匠くんのね、匠くんに合うものはどういう匂いがいいんだろうって言って、こうね嗅ぎながら、あ、フローレンちゃん、ポーチありがとうございますね。こうやって嗅ぎながらこうね、皆さん、こっちがいいかな、あ、こっちがいいかなっていう風にさ、こうね、私選んでこうやってるわけよね、皆さん。そうそう、そしたらまた店員さん来るわけよね。って言ってくるからさ、見てますって言って私言ったのよ、見てますって言って、ね、違うんです、サンプルが横にあるんで、そのサンプルを、ね、サンプルが横にありますからっていうふうなことをね、ね、言おうと思っただけなんですみたいな。サンプル。私がほら、ずっとさ、こう、シャンプーをさ、こうやって嗅ぐんだけど、シャンプー匂い全くしないのよ。なんかこう、ほら、シャンプーの、なんていうの、このわかる、こう、シャンプーのやつ。なんか、ねえ、な、どっからどういう風に匂いを嗅ぐのかなと思って、多分私がそういう風な、多分この、なんちゅうの、ね、感じがほら、したらしくてね。あ、匿名さん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。そうそう。ずっとこう閉じてるやつをずっとこうやってクン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 してたからさ、横から店員さんがね、サンプルは横ですよっていう風に言おうとしたらしいんだけど、見てるだけでいいですって私言ったのよ。そしたら向こうがびっくりして、あのサンプルが横にあるんで、よかったらそちらの方もっていう風に言って終わったのよね。ポーちゃん、ありがとうございます。匿名さん、ありがとうございます。そういうことがあったのよね。あ、匿名さん、ありがとうございます。ありがとうございます。匿名さん、ありがとうございます。マンゴー、ありがとうございます。そうそうね、強めに言ったのよ、ほんとね。しゃあないけどね、でも店員さんも仕方ないもんね。ね、まあほら、なんていうの、まあ言ったら喋りかけるのがね、まあなんていうの、サービスだからね。匿名さん、ありがとうございます。そう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 ね、もうなんかさ、あれしてほしい、もう入り口に喋りかけてこないでくださいっていう風な、なんかこう、なんていうの、こうあるじゃん、なんかそういうの、目印みたいなやつを置いて、接客不要な方はこちらをおかけくださいみたいな。どう？あ、匿名さん、ありがとうございます。どう？そうそう、もう喋りかけてこないでくださいっていう、なんかあるじゃん、こうね、ちょっとこう、なんていうの、首から裂けるやつみたいなやつ、なんか、それ、どう？ちょっと、ねえ、来ないでください、みたいな。どう？これ。匿名さん、ありがとうございます。それいいでしょ？ねえ、それいいよね、ほんと。私もそれいいなと思うんで、意思表示みたいなの。言えないから。もう、そうそうそう。言えないからよ、もうほんと。なんかあるじゃん、十字架のやつ。
あれなんていうの、十字架のやつ。自己中すぎ、なんで？全然自己中じゃないよね、ほんと。え、だってさ、喋りかけてこないでっていう風にさ、え、別にそれって良くない？だって。あ、匿名さんありがとうございます。会話しないでくださいって、もう接客いらないですっていうようなことでしょ。え、私全然ありだと思うよ。ヘルプマークみたいな。わかる？もうちょっとあの、大丈夫ですって。もう自分で見て、自分でやりますっていう風なことよ。そう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 。ね、全然自己中でも何でもないよね、ほんと。え、逆に店員さんも逆に楽だと思うよ。あ、見てるだけなんだこの人はっていう風にさ、別になんかそういう風なさ、見てるんでこっちはいいですっていう風にさ、その言われなくてもいいじゃん、全然。そう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 、でしょ。しつこく来ることもないじゃん、だって向こうからさ言ってこないでしょ。そうそうそう、今日やたらとくるくるする。そう、私の放送が、全然、私の放送全然バッチリよ。私あの CPU ってあんのよ、動作みたいなやつ見てるけど全然スムーズよ。今日くるくるしてる時ってね、大体わかるの、私の方が原因かなってわかるの、見てて赤かったりとかすんのよ、そういうね。全然大丈夫よ、ほんと。ね、そう、皆さんあのくるくるするなと思ったら自分の方のね Wi-Fi とかもチェックしてみて。あ、もちまろちゃんありがとうございます、ありがとうございます。あ、20倍ありがとうございます。アメリカンドッグありがとう。フローレンちゃんもありがとうございます。そうそうそうね、自分のやつちょっと一回見てみてね。あの、もしかしたら自分のやつがちょっともしかしたらくるくるしてるかもしれないからね。あ、プレゼントよ。あ、ポーちゃんありがとうございます。匿名さんもありがとうございます。あ、匿名さん5倍ありがとうございます。すごい、きた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 、ありがとうございます、ありがとうございます。ね、本当に聖杯出ない、なんだろうね、一体ね。他のところは出てね、本当うちは出ないって。そう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 ね、いたずらこれされてんのかな、いたずら。匿名さんありがとうございます。そうね、誰か聖杯ねゲットしてほしいよね、ほんと。これなんだろう、なんかさ、あの聖杯タイム中に結構聖杯出てこない、また。あ、匿名さんありがとうございます。コメントも反応遅い。うるさいね、もうコメント遅いだの、くるくるするだの、ほんと。ねえ、そうそうそう。え、この放送がってこと？他のところは全然スムーズなの？じゃあ。そうそうそう。ねえ。なんなの一体、なんかここの放送くるくるするわね、コメントの反応も遅いわねって言って。ねえ。そんなことないわよ、全然。え、コメント打てないの？くるくるしてて。最近遅いの？あ、コメントの反応がってこと？え、それは何？みんなが何？その老化現象してなくて？ねえ、みんながね、そう老化してるわけではなくてってこと？どういうこと一体？何それ？くるくるしてないでしょ？だって、ねえ、あ、ウーピンちゃんありがとうございます。反応がってこと？あ、みんなの反応がってこと？まあ別にそんなことはないけどね。まだ全然マシよ。8時半のメンバーまだマシよね、ほんと。もう深夜なんてもう死んでるもん、みんな、ほんと。そう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 。ねえ。もうすっごいめんどくさいよ、ほんと。タヌキもすっごいめんどくさいし、ほんと。コメントしたらコメントしたで、おだまりっていう風に言われるし、コメントしづらいような雰囲気とか言ってさ、タヌキ言ってくるんだから、そのうち。私がコメントタヌキでコメント匿名したらみたいな言ってさ、そう、逆にタヌキがそうやって言ってるんだから。そう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 。ねえ。そうよ、ほんと。そんなこと言ってくるよ、大体。ねえ。そうそうそう。アメリカンドッグありがとうございます。何？ポストロール、また来た。なんかもうほんとこれ疲れるわね、ほんとね。
疲れる。アポーチャーありがとうございます。なんかさ、変な人に好かれるよね。変な人に好かれるわ。あ、匿名さんありがとうございます。アメリカンドッグありがとうございます。何ポストロールっていいのよ、ポストロールって。ねえ、気持ち悪い妖怪みたいなやつよ。アメガホありがとうございます。匿名さんありがとうございます。自分のこと言ってんのこの人。ね、自分のこと言ってんのよ。ポストロールポストロールって、もうそれしか言えないからねこの人は。ポストロールポストロールってね、そればっかりよ。ポストロールポストロールって、そうそう。ん、心霊見たいの？何が？私の心霊配信ってこと？あのね、外今日行くけど、なんかすっごいなんかうるさいわね。外なんか行くけど、何一体？何一体？なんかああしろこうしろっていう風なリクエストがあるの？一体？外配信っていうか、まあ外行くよね。何？アメリカンドッグありがとうございます。ナンパ見たいの？ナンパ配信ってこと？今日どうして？ねえ、いいじゃん別にね。毎週金曜別にそんなことしなくて別にいいじゃないの。だってねえ、アメリカンドッグありがとうございます。え、まだ待って。あ、匿名さんありがとうございます。アメリカンドッグありがとうございます。だってね、皆さん、ナンパ配信してもね、フローレンちゃんありがとうございます。ナンパしたところでよ、皆さん。ねえ、ほんと。でしょ？あのさ、イベントに不向きよね、ナンパ配信って。皆さん、わかる？あ、こんばんは。イベントに不向き、ナンパ配信って。そうそうそう。ねえ。わかる？ねえ。見入っちゃうよね。あれね、どういう風になるのかしらみたいな。わかる？あ、ナンパと心霊配信はダメ皆さん。ね、ダメ。心霊もそうじゃん、見入っちゃうでしょ。匿名さんありがとうございます。言われるのよ、この無料アイテムいつ投げればいいのかタイミングが分かんないみたいな。わかる？ね、無料すら投げちゃいけないような雰囲気みたいな。今集中してみんなが見てるのにみたいな。ここでなんかこうアイテム投げるってね、どうしようみたいな。そうそうそう。ね、アメリカンドッグありがとうね。そうなっちゃうしね、皆さん、わかる？そう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 。ね、そう、静かにしないといけないって思っちゃうじゃん、やっぱりね。あ、ポーちゃん匿名さんありがとうございます。でしょ？そうだから、ちょっとね、イベント中はちょっともうそういうなんかナンパみたいなやつもちょっとね、やめるわ、ほんとね。そう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 。ね、あ、匿名さんに個ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ナンパだって別にそんな面白くねえだろね、ナンパ配信見て。面白い？ナンパ配信見て、ほんと、あんなの見て面白いかい？ねえ。おかまがそんなあんた、のんけの男にほら、襲いかかってるの見て楽しいの？元カンタちゃんありがとうございます。面白い？それ。ねえ。そう。あんなの面白いの？ほんと。アポーちゃんありがとうございます。ごばありがとうございます。面白いって言ってんのほら、あんたしかいないじゃないのよ。ね、他誰も言ってないわよ。あ、つーちゃんありがとうございます。ぽーちゃんありがとうございます。ありがとうございます。もう他飽きたのよ、ほんと。ね、飽きたのよこのコンテンツが。あ、つーちゃんありがとうございます。フローレンちゃんありがとうございます。しかも今日金曜日でしょ？なんかね、ほんと、金曜日もなんか人減ってきてね、ほんと。あ、つーちゃんありがとうございます。やっぱなんかね、私の放送ってすごくね、平日がすっごい人多い気がする。日曜日の夜から、木曜日の、だから夜は人多いと思うわ。
金曜と土曜日はすっごい少ない。なんか、つーちゃんありがとうございます。匿名さんもありがとうございます。いや、ほんと少ないよね。私結構ね、普段見てるのよ。こうやって閲覧見てて。ああ、やっぱり伸びるのは、やっぱ週末終わってからのが伸びるんだなと思った。いつもなんかそう、大体。これ大体ね、皆さんね、昔からそうなのよ。そう、昔からそう、大体。うん。匿名さんありがとうございます。そう、土曜日はもう全然誰もいないのよ。いつもそう。そうそうそう。ね。うん。まだリア充が多いんだよ。リア充。遊びに行くんだよ。みんな子供がいるとか、旦那さんがいるとか、彼氏いるとかね。行くんだよ、大体。うん。ね。で、なんかこうガスとかなんか行ってんのよ。ココスかなんか行ってね、ほんと。ね。行くのよ、ほんと。チーズインハンバーグ食べてるのよ、だって。あ、匿名さんありがとうございます。そうそう、チーズインハンバーグ食べてるのよ、ほんと。ね、うん、家族でね、ほんと。アホみたいに。ね、うん、おいしいとか言って。おいしいって言って。そうそう、みんなで食べてるのよ。そう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 。うん、ね、うん。びっくりドンキ行きたいの。うん、ね。びっくりドンキのさ、あ、びっくりドンキ美味しいよね。チーズインハンバーグとかね。ほんと。うん、そうそう。うん、車やラーメン行きなさいよ、ほんと。どこでも行きなさいよ、ほんと。うん、そう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 。うん、ね。久しぶりに顔見れた。何それ一体。面会ってこと？ほんと。うん、ね。面会できたわね、やっと。うん、そうそう。うん、いやー、でもね、皆さん、ほんと。ね。うん、静香ちゃんが最近人気なくてやむって言ってる？何が？今配信でってこと？あー、まあ、でもそういうもんじゃない？結局皆さんね、ほんと。ねえ。うん。やっぱ配信してればね、やっぱね、浮き沈みやっぱあると思うよ。私もそうだもんだって。浮き沈みあるし、やっぱりね、ほんと。仕方ないよね、やっぱね。こればっかりはだって。波があるものはね、皆さん、これはね、仕方ないのよ、ほんと。うん、アメリカンドッグありがとうございます。精進しないとね、精進。私たちは。そう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 。うん、なんでこんな人が減ったんだろうって。なんで、こんなにね、みんなが離れていっちゃったんだろうって。そう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 。うん、ね。私の自分のこの努力が足りないのかしらみたいな。うん、ね、もっとじゃあこういう風にしてみようかな、ああしてみようかなっていう風にちょっとね、前向きにちょっと考えていかないと。やっぱダメよ。そう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 。うん。だ結局リスナーさんは全然悪くないのよね、これって。結局。そうそうそう。悪いのは全部ね、自分たちなんだよね、結局は。うん。ね。どういう風に、なんていうのかな。趣を変えるかよね。うん、これはもうね、周りのせいにしてたら結局それは自分は変われないしね。うん、そうそうそう。うん、私もひーちゃんなんでって言われた。あ、バナナちゃんありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそうね。うん、いいこともあれば悪いこともあるからね、皆さん。だって言ってもさ、配信ってね、皆さん、まあ皆さんどういう風に思うかもしれないけど、思うかわからないかもしれないけどさ、まあそのほら配信もさ、言ったらさ、まあほら、なりわいとしてやってる人もいるわけでしょね。そんな簡単にさね、登れるわけないのよ、皆さん。うん、だってさ、言うじゃない、皆さん。仕事って大変でしょ？そうそう。ね。みんな話聞いてないと思うけど。アメリカンドッグありがとうございます。ね。本当。うん。でしょ？そうそう。ね。うん。大変でしょ？仕事って。やっぱりね。で、大変なものなんだから。ね。ね。楽して稼げるようなもんじゃないのよ、本当。アメリカンドッグありがとうございます。ね。うん。楽して得たお金、もし楽してね、得たお金だとしたら、それはもうすぐね、まあ、なくなっちゃうわよ。そんなの。そう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 。うん。ね。そう、楽なね、道なんかどこにもないのよ、皆さんね、ほんと。そうなのよ。ナイスをしといてね、皆さん。
アメリカンドッグありがとうございます。ねえ、結局そうよ皆さん。なんかさっきキャリーちゃんがね、なんか東京に進出するんだって。東京に進出して、なんかね、シェアハウスかなんかに住みながら配信するんだって。ただ、借金がね、90万ぐらいあるから、その90万を誰かか、あのー、なんちゅうの、貸してほしいっていうか、なんかご支援いただきたいっていう風なツイート見て、そんなん無理だろみたいな。全部その借金を返し終わって、東京で心機一転やりたいみたいな。っていうか、シェアハウスで、ね、皆さん、そんなさ、キャリーちゃんが思ってる以上にシェアハウスって大変よ。私はシェアハウス、シェアハウスから来てるから、最初ね、やっぱシェアハウス大変よ。アメリカンドッグありが、匿名さんもありがとうございます。だいたいシェアハウス住んでるの、だいたい外国人の人。外人さん、だいたい、シェアハウスって。今のうち滞納もあるんだね。わかる。皆さん、だって住まないでしょ。シェアハウスっていう選択ある？嫌でしょ？シェアハウスって。お風呂も一緒だし、キッチンも一緒よ。で、もちろんトイレも一緒だしね。洗濯も一緒。大体。できる？シェアハウスって。壁薄いよ。匿名さんありがとうございます。壁薄いからね。声聞こえちゃうから。声も聞こえるしね。横からの声も聞こえるし。そうよ。いやーよ、ほんと皆さん。いや、配信できない。中では配信無理。外配信だね、主に。やるんだったら。アメリカンドッグありがとうございます。私ずっとね、住んでたの、シェアハウス。3ヶ月。お掃除は大丈夫。共有費払ってるから、当番さんがね、来てくれるのよ。そういうね、関係者の方が来てくれて、お掃除はね、してくれるのよ。ただ皆さんね、時間がみんなバラバラだから、例えば寝るとするじゃない？例えばもう言ったら深夜とかにも料理始めるのよ。外人とかって関係なく。もう関係なく深夜に料理が始まるのよ。じゃあ、みたいな。もうお構いなくって感じ。時間関係なくもうね、そういう風にされるし、皆さん、もう大変よ。もう中国人いたんだけど、中国人皆さんなんかね、ほんと、料理するんだけどさ、もうなんか悪臭みたいなものがね、ほんと。匿名さんありがとうございます。なんかもううんこみたいな匂いするのよ、ほんと。もうくっさい、もうほんとフライパンかなんかでさ、くっさい、なんか、向こうすごいじゃん、調味料とかなんかもういっぱい入れてるでしょ、ほんと。くっさい、ほんともう、煙がもうなんか私の部屋を伝ってこう、来るわけよ。もわ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 って、うわ、くっさいみたいな、ほんと。それで起きるわけよ、ほんと。で、また声でっかいの。ふうたあず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 たあつって。ふうたあずじじゃたぱちゃちゃちゃうちたあじゃずたあずじゃあつってね、ほんと、なんかね、男と女が喋ってるのよ、カップルかなんかわかんないけど。で、すっごいでっかい声喋るし、ほんと。で、料理もね、すっごい臭いし、ほんと。どうしたらこんな臭い料理ね、作れんのみたいな、ほんと。ほんと。排泄物みたいに、排泄物みたいに匂いがするのよ、臭い、ほんと。くっさと思った、ほんと。人間トラブルなかった。だから人間トラブルっていうか、私も精神的にね、ちょっと行ってて、周りを懲らしめようと思って、私もね、くさやをね、配信しながらくさやを焚いて、ポップコーンをね、やってたら、煙が出すぎちゃって、火災報知器になったわよ、ほんと。懲らしめたろうと思ってね、ほんと。火災報知器鳴らして、みんなを起こしたってあるよ、結構ね。前に。だいぶ昔にね。精神的に参っちゃった、私もね、ほんと。頭にきて。そうよ。私がね、ちょうどイケイケの時よ。イケイケの時代の時よ。ほんと。あの時すごかったけどね、ほんと。
どこが面白いのよ、本当。迷惑なことして。あ、のんちいちゃん、ありがとうございます。だからね、私はキャリーちゃんはね、おすすめしない。シェアハウス。シェアハウス、そんな楽じゃない。どっかのアパート借りた方がいいっていうか、今のお家のアパートだっけ、大阪だっけ、あそこに住んじゃった方がいいと思うよ。ね。で、借金ちゃんときれいに返してから、どこへなりとも行けばいいと思うのよ、ほんと。ね。キャリーちゃん、相当借金があるの？ 100 万ぐらいでしょ？100万なんかね、そんな借金って言わないわよ、そんなの。ねえ、皆さん、100万なんてそんなの。ちょいよ、そんなの。じゃないの、そんなの。アメリカンドッグありがとうございます。ねえ、女。100万って相当借金なの？それ、皆さん。ねえ、100万だったら頑張ったら返せるよね、ほんと。ほんな1000万とかなわけではないんだから、ほんと。でしょ？一晩？バカじゃない？ほんと。ねえ。くたばれ！タヌキが。ほんと。ねえ。アメリカンドッグありがとうございます。タヌキ。大嫌い。ほんと。ねえ。ほんとに。タヌキってほんと嫌い。ねアメリカンドッグありがとうございます。ね、ほんとでしょ。ねえ、タヌキ大嫌い、ほんと。ねえ、ほんとにでしょ。皆さん、ねえ、私もうすぐ誕生日じゃない、6月17日ね、ほんと。ねえ、プレゼント送りたいなっていう人いるのかしら、この中でね、ほんと。ねえ。プレゼントね、送りたいなって人、この中いる？いる？この中でいらっしゃいます？いるかしら？いない？いる。いない。いる。いる。あ、曲止めしてくれたの？嘘でしょ？本当？本当に？ねえ、あら、本当？曲止めしてくれたって、あら。あ、クラッカーありがとうございます。ありがとう。足立郵便局よ、皆さん。ねえ、あ、田中君ありがとう。5個ありがとうございます。こんばんは。足立郵便局よ、皆さん。ねえ、後藤弘樹っていうふうに皆さん書いておいてね、ほんと。ねえ。後藤弘樹よ。ねえ。ねえ。前にさ、私にトラウマがあるのよ、滋賀県の時。郵便局止めでリスナーさんがさ、プレゼントをね、送ってくれたのよ。で、私の本名を知らなかったらしくて、ひどんなっていう名前でね、送ったらしいのよね。そしたら、郵便局員さんに、ひどんなっていう、後藤弘樹っていう名前でないですかって言ったら、あ、ありませんって言ってるのよ。もしかしてひどんなっていう名前でって言うから、あ、お調べしますねって言うのよ。店員さんがね、引っ込んで、職員さんがね。そしたら、って言ってね、みんなこう座ってるわけ、椅子にね。ひどんなさーんって言って、ひどんなさーんって言うのよ。ね。ひどんなさんいらっしゃいます？ひどんなさんって言ってね、言うのよ。みんな座ってるのいっぱいね、人が。ね？え？ひどんな？みたいな、みんな言うのよ。何ひどんなってとかって言ってさ、聞こえるわけ。ひどんなってみたいな。後ろから聞こえるわけよ。何ひどんなってみたいな。ざわついてね、ざわざわするのよ。はーい、みたいな言って。わ、あの人がひどんなよ、みたいな。ひどんなって何？みたいなさ、笑ってんのよ、ほんと。いいじゃないの、別に。ねえ。いいじゃない、別に、ひどんなでもね、ほんと。そういうことがあったのよ。ね。そういうことが前にあったから、ね、皆さん。できれば、ね、皆さん、後藤弘樹っていうふうにね、ちょっと、書いていただけると、ありがたいかな、みたいな。ね。アメガホンありがとうございます。後藤弘樹でね、ちょっと書いといてほしいな、みたいな。
ね、カタカナでもいいのよ。そうそう、カタカナでもいいしね。ね、そう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 。あのヤマトでもね送る人いるのよ。いる？ヤマトはいないよね。そうそう、東京都足立区、そう、足立郵便局後藤弘樹宛てでね、いいのよ。そう、ヤマトの人は、どこだろう。ヤマトの人はね、ヤマトいる？ヤマトいるのか。ヤマトはね、確かね、またツイートするわね。そうそうね。またツイートするわね。ツイート。ん？何？食べ物でもいいのかしらと。食べ物ってどういう食べ物、どういう食べ物なの？そうそうね。どういうものを送り、どういうものを送りつけるつもり？本当。ね。あのね、嬉しいのよ。食べるもの。でもほら、私ほら糖尿持ってるからね、皆さん、ね、どんなものが欲しいとかあるのって。あ、そう、車で行くからね。どんなものが欲しい。そうね、車、そう、車が欲しいわね。そうそうね、車が、そう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 、手作り唐揚げどうかしらって。あ、こんばんは。ねえ、ほんと。唐揚げね。送りなさいよ。ほんと、あなた。送りなさいよ。ほんと。唐揚げ。手作り唐揚げって言ったんだったら、ほんとくれよ。ほんと。ねえ、ほんと。やりなさいよ、ほんと。しょうもない。ほんと。トミカ何でもくれや。だったら。ほんとよ。そんな。しょうもない。ね、手作り唐揚げを。やってみなさいよ、ほんと。あ、匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。地方の名産、もう何でもいいよ、ほんと。ね。何でも何でも。そうよ。服のサイズ、私ね、XL。XL。男性は XL。女子は、3L か 4L。そう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 。ね。ザンギ食べました。ね。ザンギってどうせ唐揚げでしょ？同じでしょ？結局。トウキビもそう、だいたいトウロウモコシのこ と, とあのザンあれとあれでしょ、ねえ、トウキビっていう風に言ってるだけでしょ。そうそうそう、タヌキだけどいいかしら。いいわよ、全然。タヌキ何号っていう風にさ書いときなさいよ。ひーちゃんに選ぶプレゼントを週末に選びに行こうと思う。あ、いいわよ、全然。ありがとうございますね、アメリカンドッグありがとうございます。嬉しいわね、本当ね、皆さん本当、ね、今日なんかおとなしいわね。タヌキもなんか今日ね、張り合いがないわね、全くね。本当、もう深夜のタヌキなんかもう本当にくたらしいよ、本当ね、本当よね。つまらないから終わればとか言うのよ、普通に。つまんないし終わればみたいな、人減ったねみたいな、人気落ちたねみたいな言うのよ。本当なんかもう頭にくると思って、本当ね、頭にくるわみたいな、本当ね。そうそう、そうなのよ。でもこういうね、悪い人っていうかさ、あ、キューちゃんありがとうございます。なんかもうさっきね、お坊さんがやってる YouTube さ見ていたのよ、私。配信始まる前の説法みたいなやつね、聞いててね、私ずっと配信始まる前ね、ちょっと少し、そうそうそう、お坊さんのやつ聞いてて、こんばんは。で、悪い人は悪い人で、それは何て言うのかしら、自分をね、成長させるための、成長させるためにその人がいるみたいなね、言うのよ。ほうほうほうみたいなほう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 みたいなね、なるほどみたいな、あーなるほどみたいな、あ、その自分を成長させるために、あ、今いるんだみたいな。そう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 、ね、その嫌いな人っていうのはね、嫌いな人とか嫌な人っていうのは、まあほら、つきまとってくるじゃん。アカウント変えましたと。名古屋のトツにさせてもらった酒で暴れてて、この人の横にいた。あ、ありがとうございます。はいはいはい、アカウント変えたの。あら、あ、そう、どうしてなの。ね、キリスト教、いや関係ないわ、本当。そうそうそう、ね、いや私一応キリスト教だけどね。でもね、結局キリスト教も仏教も私はね同じだと思うよ。
ね、あの、なんていうのか、その、なんていうのかな。こう、結局さ、宗教ってさ、結局人の幸せじゃない。わかる？皆さん。そこにたどり着くわけでしょ？だ、同じでしょ？結局。ね。あ、匿名さんにこう、ありがとうございます。ありがとうございます。何これ？私の結婚記念日とひーちゃんの誕生日が一緒ですごく嬉しいですと。あ、そう。結婚記念日なの？あら、ほんと。あ、結婚記念日なの？あら、おめでとうございます。なんかさっき、なんかさっきね、なんかね、ツイッター見てて、私ね、なんかね、ツイッターしてる、その X してる女の子は、結婚もして子供もいるご主人、結婚もして子供もいる、その、彼と、まあ言ったらさ、浮気をね、してて、ずっとね、で、その彼と2人でね、結構さ、ハプニングバーに行ったりとかね、なんかそういうね、アブノーバルなことを結構ね、していたのよ。で、それをずっとツイートっていうかね、ポストっていうか、の X にずっとね、載せてて、ね、子供がいて、奥さんもいる、その彼は、なんかすごく、なんかこう、言ったら、こう、解放、なんつうの、なんつうの、そういうふうに書いてんのよ。やだわ、みたいな、本当。ね、そうそう、解放的な感じで、ちょっとなんかすごくいやらしいわ、みたいな。書いてるわけよね。その、まあ、言ったら愛人の方が載せてるわけよね。そしたら、危ない、危ないっていうのよ。今日、ね、奥さんが会社にね、私たちの関係のことを、チクっちゃったみたいな。どうしようみたいな。で、実は明日、私ね、会社に呼ばれるのよみたいな。会社に呼ばれててみたいな。ちょっと話があるから来てほしいっていうふうに言われてるのよみたいな。どうしようみたいな。と、バレちゃった。どうしようみたいな。生きた心地がしないわとかっていうふうにさ、ずっとツイートしてんのよ。そのね、方がね、ずっとツイートしてんのよ。で、見ててね、私。で、気になるじゃない。で、ずっと私フォローしててね。で、そしたら今日だわ、今日、呼ばれて、みたいな。呼ばれたら、もうね、仕事も、もうなんていうの、しなくてもいいっていうふうに言われて、もうね、言ったら、クビっていうふうに言われたんだって。クビ。だから、言ったら、浮気していた彼も同じ職場なのよ。わかる？言ったら、職場で、そうそう。社内で浮気をなんかこうしてたのよ。それをだから奥さんがこう嗅ぎつけて会社にチクったの。で、呼ばれたらしくてね。まあ言ったら、彼女がね、呼ばれて事実上の言ったら、まあ解雇っていうか、クビ言われたみたいで。そうそうそう。ねえ。そうなのよ、皆さん。クビって言ってて、本当。で、お弁当のさ、そういう風なさ、画像もしてるわけよ。お弁当の画像。今日はなんかお弁当すごく涙の味がするみたいな。なんじゃそりゃと思って。ねえ、涙の味がするみたいな、ほんと。どうしよう、これから、みたいな。そうそうそう。帰ってるわけよね、そうやって。奥さん離婚する気なの？って。わかんない、奥さん。離婚するのかしら。奥さん離婚するかな、ほんと。ねえ。アメリカンドッグありがとうございます。ねえ、離婚するかしら、本当。そうそうそう。そんな子供さ、そんなさ、皆さんね、どうなんだろう。ねえ、皆さんどうする？もう、離婚する？アメリカンドッグありがとうございます。男は残るのかな？男は残るのかな？男もクビじゃなくて、何、そういう不貞行為みたいなものバレたらこれクビなの、会社って。やっぱそうなるか、結局これって。これは何、個人間の問題じゃなくて、何、もうこれ会社を巻き込む可能性もあるってこと？この社内不倫っていうのは。そういうのは会社の中でのそういうふうなさ、まあ言ったら関係っていうのは
これだって会社からクビっていうふうに言われたってことよ。だってこれは、ねえ、何、これは何、タブーなの、やっぱり。クビになっちゃう、これは。アメリカンドッグありがとうございます。あ、そういうふうな社内規定かなんかに書いてんの？ねえ、そういうのやっぱ書いてんのかしらね、皆さんね。知らない、わからない。まあ、不倫だからね、確かにね、本当。ねえ、ご主人もクビじゃない？じゃん。ねえ、ご主人もクビだよね、皆さん。でしょ？だって。あ、こんばんは。じゃ、ご主人もクビで。でしょ？多分きっと。男は何、左遷なの？あ、そう。で、女は首なの？うわ、何それ？そうなの？アメリカンドッグありがとうございます。そうよね。でも奥さんからしたら、あれじゃない？もうめちゃめちゃにしてやるっていうふうに思ったんじゃないの？本当。ねえ。そりゃそうでしょ、皆さん、本当。自分らは自分らでね、本当、楽しいことしてさ、本当。ねえ。裏でそういうふうにね。ね、浮気してさ、ほんと。で、奥さんでね、ほんと、家のことして、家事して、子供の世話してね、ほんと。ね、一生懸命やってんのに、みたいな。裏でそういう風に違う女作ってね、ほんと、浮気なんかして、みたいな、ほんと。ね、でしょ？で、セックスしたね、そういう風な体でさ、家にこう上がり込んでよ。その汚い手でなんか子供のね、わかる？体を触ってると思ったらさ、ほりゃあんた嫌でしょ、ほんと。ね、なんかね、わかる？何事もないの顔してね、ほんと、へへんっていう風な顔してよ。ニコニコしてね、ほんと。でしょ？そうよ。で、奥さんが作ったご飯を食べてるわけよ、ニコニコしてね、ほんと。あなた遅かったわね、みたいな。お腹空いてないの？みたいな言って。あ、ちょっとね、お腹空いたかもしれない。あ、ご飯ね、作って、あるからこれ食べてって言ってね。今日もお疲れ様ね、みたいな言って。でしょ？ほんと。ね、勝ち誇った顔してね、ズデーンっていう風な顔してさ、ほんと。で、子供がねーっていう風に走り回ってる姿でさ、お父さんとかっていう風に来てさ、ペタペタ。あれで触ってるんでしょ？うわ、やだわ。そうそう、平然を装ってね、皆さん。そんな、まさかそのね、仕事して遅くなってると思ってたら、まさかの皆さん浮気をしてたってことでしょ？そりゃ奥さんからしたらもう、ほりゃさ、ムカつくだろうね、ほんと。そうそう、ねえ。そうよ。離婚するならくっつくんじゃないの？まあ離婚してまあいいんじゃないの？別にね、それでね。もう信用できない。そうよね、ほんと。あ、匿名さん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、浮気は私されたことあるけどね。まあ別に浮気されたらされたで、まあ、私の場合はね、もう浮気をされてたんだけど、まあ言ったら私はさ、主婦みたいなものだったのよ、主婦。ちょうどね、私、失業保険中でね、まあ、言ったら、その、昔付き合った彼氏とは、失業保険中にさ、知り合ったのよ。そうそう。で、彼が言ったら、まあ、滋賀県のね、皆さん、滋賀県の彦根で、私がね、いるところの、住んでるところのところで彼と知り合ってるから、言ったらね、彼は言ったら、その、大きい、まあ、大手スーパーのさ、言ったらさ、社員だったのよ。あちこち転勤するから、だから三重県転勤するっていうのよ。三重県転勤するのみたいな。ね、三重県転勤するんだと思って、ついてくるっていうのよ。え、私？って言ってね、でも仕事も辞めちゃって、今自分フリーなんだけど、みたいな。失業保険もね、もらってるけど、みたいな。ね、言われて、え、じゃあいいじゃん、みたいな。自分が面倒見てあげるからおいでよっていうのよ。食べるものも全部ね、すべて。ヒロ君は自分がね、欲しいものとかそういう風な、まあ携帯代とかそういうものは自分で何とかしてよ、みたいな。あとは全部自分がするから、みたいな。あらやだ、みたいな。ねえ、あらやだ、みたいな。で、ついちゃってるからさ、皆さん。ねえ。そうそう。だ彼におんぶに抱っこだったから、浮気がバレてもね、その今のその生活がすごい良かったんだよ、皆さん。
家賃もね、全部金持ち、分かる皆さんね、欲しいものも買ってくれるみたいな言ったらね、うん、お金に困らなかったの。給料も良かったし、皆さんそれなりにね、それを手放すっていうのもちょっとと思ったのよ。ひもおだまなさい、ほんと。ほんとよ、あんたもあれでしょうよ、ほんと。パニの方行ったり、こっち来たり、パニの方行ったり、こっち行ったり、ほんと。おかまどれ、ほんと。ほんとよ。そう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 。で、それでね、皆さん。で、それでね、言ったら、私はどうしたかって言ったら、やっぱ彼との別れをやっぱね、やめて、私は私で浮気をしたってことよ。ね、浮気。そう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 、うん、惨めな私にグッバイよ、本当。だってもう浮気しちゃったからね、本当。うん、ああそうなんだ、あなたもそうするんだって私もするわみたいな、うん、ね、わかる、浮気された、浮気されたオカマだっていう風に思われたくなくてね、私もプライドがあったから、私もね、匿名さんありがとうございます、ああそうなのみたいな、そうそう、じゃあ私も浮気するわみたいな、うん、ダブル浮気みたいな。ダブルラブ。ラブなのあれってね、一体ね、ダブルラブ。そう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 、うん、ね、そうよ、うん、オカマが何、浮気とか何アホなのって、別にいいじゃないのよ、ね、あのね、オカマが浮気とかってアホって、別に全然アホでも何でもないわよ、あなたがアホなのよ、本当。うん、ね、オカマが浮気してるっていう風な発言をしてる、見てるあなたが一番バカなのよ、本当。うん、そうそう、うん、そういう風な枠に来るな、本当。だったら浮気したの言ってないの、私も彼を追求しなかったし、私も浮気したってことは言わなかったの、そう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 、うん、ね、でもなんか浮気したその肉体関係を持ってお家に帰ってきて、彼が家にいたのよ。で、なんかね、ヒロ君おかえりとかっていう風に言ってる姿を見たら、涙がね、ボロ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 なんかね、私ね、こぼれてきちゃってね、あ、なんか私なんかやってるわと思って、そうそうね、悪いことしちゃってるわと思って、ちょっと罪悪感から涙がボロ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 こぼれちゃって、私もう涙が止まらなかったのよ、もうなんかもうブワーって、そうそう。うん、ね、そう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 、うん、ね、でどうしたのっていうふうに向こうが言うから、いや、違うのよみたいな、ちょっとね、うちの親戚がちょっと病気になっちゃってみたいな。ね、かわいそうにって言って、大丈夫って言うのよ、そうそうそう、うん、ね、ちょっと病気でみたいな、そうそう。嘘ついてね、本当。うん、なんだろう、ね、何回かでも会って行ってたんだけど、そうね、なんかやっぱあれだろうね、神様は意地悪ね、皆さん。結局そう、その浮気した相手は結局ね、出張でね、転勤で、皆さんもほら、東北の方にね、転勤するって言ってさ、お別れしちゃってね、でうちの彼は彼でまたね、転勤するってなっちゃって、お別れしちゃったのよ、結局ね、浮気の相手もね、結局終わっちゃってみたいな、うん、ね、そう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 、アメリカンドッグありがとうございます、そうよ、何がよろしくお願いしますの、直樹兄さん、どうしたの、うん、ね、うん、何、私と何、その浮気したいの、うん、ね、浮気って何一体。どうしたの、うん、ね、そう、切ないでしょ、皆さん、本当切ないのよ、本当ね、うん、しかもさ、言うわけよ、ヒロ君みたいな、あ、来週旅行ね、あ、旅行ね、はい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 、ね、旅行なのよ、直樹兄さんの、皆さんね、こう言ったら会社のね、スポンサー協力で私たち旅行に行くのよね、藤見ちゃんとね、直樹兄さんと、なんだ、機長くんと、あと秋子ママとね、4人で行くのよね、旅行ね、機長くん1人しかいないからね、本当ね、
そうそうそう、一人しかいないっていうのは、ほら、男がね、一人しかいないから。あと全部オカマでしょ、ほんと。どのあたりにって、ほら、言われない、まだね、内緒。そうそう、ヒドフジと、アキコママと、言ったら、ね、機長くんっていう感じでね。あと、直樹兄さんと。そうそうそう。ね、そうよ。でしょ？取り合うのかしらって。まあ、直樹兄さんもいるからね。アメリカンドッグありがとうございます。楽しそうなメンバー。皆さん、これはギャランティーが発生するからね。遊びで行くわけじゃないのよ、ほんと皆さん。そうそうそう。ねえ。まあ、自分のポケットマネーだったら、まあ別に気を抜いてね、別にさ、別にダラダラしようが何しようが別にいいんだけど、皆さんね、これ。お金もらっちゃってるからね、ほんと。紹介しないと。わかる？こちらって言って、こちらでございますって、ね、こちらの木がとても素敵ですねとか言ってね、ほんと。わかる？ね、こちらの木はどういう木を使ってらっしゃるんですかとか言ってね、わあ、この畳素晴らしいですねって言って、細かくてみたいな。わかる？ね、きれ細やかですねって言って、川のせせらぎがすごいですねって流れがあってみたいな。そう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 。ね。でしょ？ねえ、わかる？そういうふうにしないと。お世辞が忙しいの当たり前でしょ？ほんと。ねえ。全部そうよ、皆さん。大体、こんなの。どこのあれも全部そうよ、大体テレビ番組、大体そうよね、皆さんね、ほんと。まずいなんか言うわけないでしょ、あなた、ほんと。ね、まずいだの、なんだの、ほんとね。そう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 。ね、アメリカンドッグありがとうございます。うわ、うわ、おいしいっていうふうに言ってるわけです。うわ、おいしい、ほっぺたが落ちますって、こんなもの今まで食べたことありませんって言って。ねえ、うわ、素敵。目で楽しめれますねって言った。ねえ。目で楽しめますねって言って。そうそう、おいしいですねって、ビビですねって言って。ねえ、そうそうそう。でしょ？そういうふうに言わないといけないでしょ？だってあなた、結局ね。アメリカンドッグありがとうございます。でしょ？おりゃ、皆さん。露天風呂とかでもあるんじゃない？きっと。ねえ。どうしましょう。露天風呂ね、ほんと。そうそうそう。アメリカンドッグありがとうございます。ね、水着着てさ、入っていいのかしらね。水着着て。ねえ。水着着てね、ほんと。そうそうそう。露天風呂ね。撮影できるんだったらね、露天風呂したいわね。そうそう。混浴なんて別にいらないじゃん。全員だって男性だよ。全員男性だもん、だって皆さん。じゃ、全員男性だって。ちゃちゃちゃ。全員男、おじさん。大丈夫。そうそう、ほんと。大丈夫。ポーちゃん、ありがとうございます。ありがとう。大丈夫。ね、そう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 。でしょ？問題ないの。おじさん。ね、そうそう、大丈夫。ね、でもね、本当ね、楽しみね、旅行ね。11日だから、今日何日？今日9日？よ、7日か。7、8、9、10、11まで続くじゃん、このイベントがね。で、イベント終わったら、その次の12日からだって、旅行行って、13に終わって、14日が、そうだ、14日皆さんね、何の日でしょう。あ、萌えちゃん、ありがとうございます。アメリカンドッグありがとう。さあ、皆さんに問題です。14日は一体何の日でしょうか？そうそう。ね。私の身近なことよ。そうそう。私の身近なこと。そうそう。アメリカンドッグありがとうございます。6月14日は何の日でしょうか？知ってる？父の日は違うじゃないの。父の日はだってあれでしょ？ 6 月16でしょ？
じゃあ父はだから違うっていうのよ。うん、山崎初夏のパン祭りってこと？何言ってんの本当ね、初夏祭りって。そうそう、あ、こんばんは、初夏のパン祭りってこと本当ね、あ、こんばんは、ミッフィーのお皿当たるかしらね、あれ。あれいらないでしょ、そんなシール集めて、そんなわざわざね、ほんとミッフィーのお皿あんなの欲しいのかしら。皆さんメルカリでいっぱいあったよ、あれミッフィーのお皿のやつ。配信始めた日違います。ブーブーブー。あ、待って、正解あったわ、正解があった。そうなの、え、ミッフィーかなんかでしょ今、なんか山崎のパン祭りのお皿って確かね、お皿当たりますみたいなね。そうそう、ミッフィー、ミッフィーかなんかのお皿でしょ、違うの、なんかね、なんかのお皿当たりますみたいな。ね、そう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 、でしょ。何この無言は一体。あ、お皿長持ちするんだ、山崎のやつって。あ、そうなんだね、金梅さんね、山崎のお皿って。そうそうね。山崎ってウイスキーもあったね。そういえば。なんだろうって。桃子の誕生日なの。桃子。ね。桃子よ。そうそう。ね。桃子。ね。そうそう。ね。桃子ちゃんの誕生日よ。そうそう。桃子。桃子よ。みたいな。そうね。菊池桃子よ。そうそう。ね。菊池桃子です。でも古いな、なんかこれでまた。桃子よ。そうそう。違うわよ。なんでハイヒールのオーバーハンやねん。違うわよ。桃子。マネージャーの桃子よ。桃子、こっちよ、こっち。こっちよ。ほんと。へえ、ちゃうよ。こっちの方の桃子よ。そう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 。これ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 。こっち。ね、こっちの桃子、いいね、ありがとうございます。お誕生日なんだって皆さんね、え、桃子お誕生日ね。え、これさ、あれだね、13日に帰ってくるじゃない、私たち旅行からさ。で、14日の日に日付が変わる前にさ、なんかそういうサプライズやりたいわね、サプライズ。ね、そういうものしたいわね、サプライズみたいなやつを。ね、アメリカンドッグありがとうございます。なんかせっかくだしね、なんかお誕生日の日にさ、お祝いしてもらった方がな、嬉しくない？だって、そう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 、ね、でしょ、ちょっと。ね、いきなり家に行くのよね、おめでとうって、ももこちゃんおめでとうって言ってね、ほんと。ね、来ちゃったのみたいな言って。おめでとうみたいな。でしょ？ね、ももこちゃんね、アメリカンドッグありがとう。ひーちゃんありがとう、嬉しいよって言って。ね。でしょ？ね。おお、こう、最近ね、食べるものがなくて、お鍋を一かかね。家を入れたいとか、ご飯を入れたいとかして、節約していたから、とっても嬉しいよって言ったよ。そうよ。ねえ。そう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 。アメリカンドッグありがとうございます。そうなのって。いや、前なんかそういう風なことね、言ってたね。本当。そうそう。あの、食費切り詰めてますみたいな。ねえ。言ってたわよ。そう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 、ねえ、そうなのよ皆さんね、本当で、その14日の次の日は私のバースデーパーティーね、皆さん。てか、メンバーが全然ダメ、皆さん、メンバーが。そうそうそう、メンバーがどうなの、これメンバーが。そうそう、メンバーこちらこんな感じになりました。メンバー皆さんね、だいたいこんな感じ、ご覧ください。メンバーね、メンバーこんな感じです、皆さんね、メンバーこういう状態、皆さん見てください。
ちょっと待ってね、皆さん。え？豪華？今回のメンバー。どう？すごいでしょ？メンバー。ちょっと増えたね、メンバーまたで。どうかしら？うん？すごいっしょ？そう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 。うん？来た人の名前を消した方が分かりやすくないって？これ？でもうるさいもんね、みんなね。ほんと。だらだれさんは、だらだれさんはって言ってこないもん、ほんと。ね。そうそうそう。大体、まあ、おかまの人は早かったんで、連絡ね、やっぱね。そうそう、おかまの人。おかま勢すごくない？これ、皆さん。だって、しんごくんも来るよ、皆さん。楽しんごくんも来るし、三河健二さんも来るしね。これ、みんなすごくない？結構。ねえ。ななちゃんも来るしね、皆さん。藤見先生も。ねえ、みんな来るし、みたいな。どう？すごいよね。あと、こちら。ねえ、大将くん、OK。あ、ポーチありがとうございます。ありがとうございます。タナチくん、OK でしょ？で、バファリンくん、OK と。ね、バファリンくんもらいました。今日、OK ね。そうそう。で、バファリンくん、多分これ、OK だとしたら、あ、まえちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。いや、中村くんだからな、人混みが嫌なのよ。そうそうそう。ね、人混みが嫌だからよ。そうそう。うん、ね、嫌なのよ。だから、ね、そうそう。だから、この三角なのよ。ね、もう、アメリカンドッグありがとうございます。いや、これね、毎回話してるんだけど、中村くんね、人混み嫌なのよ。そうそう。大人数が嫌いなのよ。まあ、仕方ないよね。うん。そう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 。あのね、結構発作が起き、発作が起きるのよ、発作が。中村くんとバファリンくん NG なの？なんで？あ、NG なの？あ、それ知らなかったわ。あ、そう。え、なんで？そうそうそう。うん。なんでなんで仲悪いの？二人とも。うん。アメリカンドッグありがとうございます。あのね、皆さん、私もね、なんていうのかな。もうでもさ、この人が嫌いです、あの人が嫌いですっていう風にさ、じゃあこの人はダメね、あの人はダメねっていう風にさ、なんかその、たくさん人数がいるから、あれもこれもっていう風に聞いてたら、キリがないのよ。わかる？いや、その人主体だったらわかるよ。ね、別に。でも、あの人も嫌い、この人も嫌い、あの人ちょっと合わないです、この人合わないですっていう風に聞いてたら、皆さんもうね、やっぱね、そこは無理よ。っていうかね、ぶっちゃけ、そこら辺はね、大人だし、みんな。そうそうそう。ね。はい、会った瞬間、ファイティングっていう風にしないでしょ。お誕生日だから、皆さん。言ったってさ、あーって言って、そこら辺はね、笑顔で済まして、あーっていう風に言うのが、ね、皆さんね、大人よね。割り切ってね、別に話す必要別にないじゃん、だって。うん、ね。そう、その人と別に話す必要別にないでしょ、だって。ねえ。うん。会って、別に挨拶ぐらいは、こう、どうもーっていう風にさ、できるでしょ、みんなだって普通にさ、職場でもさ、だって職場でも嫌なやついるからって皆さんさ、辞めるわけにいかないじゃん、だって。職場でも嫌なやつはいるけど、そこら辺はうまく付き合って、やっていくでしょ？大体ね。ね。喋りはしないけど、みたいな。一応挨拶はするみたいなさ。ね。そう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 。別に仲良く別にするって意味ではないのよね、結局。こんだけ人数いるから、皆さん。そう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 。ね。そう、マー君来てくれてるのよ、皆さん。本当。ねえ。そうそうそう。楽しくなると思うわよ。皆さん、これは。アメリカンドッグありがとうございます。ちょっとまだね、こんな感じ。皆さんね、ほんと。まだ聞いてないの。ちょっと、早くしないとね、ほんと、もう、遅いんだからって感じ。ほんと。ん？女性メンバー？いや、まだ男性メンバーまだね、OK もらってないからね。ちょっと待ってね。
でも女性メンバー結構少ないよ。ね、つながりが。女性と全然ないもん、交流。全く。うん、あたし。そうそう。あ、こんばんは。そう、女性と全然全くよ。そう、交流ないの。全く私。あ、で、なんと皆さんね、シャンパンができました。見たいですか？オリシャン。懲りもせずね。また作ってるってやつを。シャンパン。そう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 。そうよ、ほんと。シャンパン見ます？また私のね、作ったシャンパンをまた。オリシャンね、オリシャン。あれ？これ何？これ何一体？うん？これは何今の一体？何今の？今の何一体？うん。ちゃちゃちゃ。今のは何なの一体？ねえ、ちょっと。バグ？今のこれ。え、何これ？そうそう。え、何これ？これ何一体？なんでこれ私の顔でキャプチャーすんのこれ。もうやな、これ。これやね、このキャプチャー。ほんと。あ、これこれ。どう？こちら。見える？ひどんなシャンパン。どうかな。そうそうそうね、こちらこちらね、30本作ったのよ。30本。うんね、だ来週のねために。うん、アメリカンドッグありがとうございますね。来週。そう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 ね。うん、30本。うん。何30本？何よ。何みんなそのびっくりした顔してるのよ。なんだなんだ一体。だっていっぱい来るのよ、皆さん。だって。だっていっぱい来るんだから。ねえ、皆さん。わかんないでしょ？だって。ねえ、でしょ？違う、いっぱい来るんだから人がね、ほんと。30本足りるかなっていうぐらいレベルよ、ほんと、皆さん。あのさ、いけるっていうふうに。やっぱ皆さんね、ダメよ、思わないとやっぱダメ。そうそうそう。わかる？気持ちでやっぱね、行くのよ、こういうのは。ね、迷いがあるってやっぱダメよ、ほんと。ね、言うじゃん、言霊って。言うでしょ？言霊だって。ね、売れるわ。全部売れる、30本。ソールドアウト。ね、ほんと。ん？全部売れちゃうかもしれない。困っちゃうわ、全部。なくなっちゃいそう。そう。ね、今からアイテム投げたら、5倍、10倍出そうな感じがするわ。てか出るわ。5倍、10倍出るわ。聖杯も出るわ、今日。今日聖杯出る気がするわ。出る、あ、じゃあ、今日聖杯出るわ。ね、10個ぐらい。あ、匿名さん、萌えちゃんありがとうございます。アメリカンドッグありがとう。萌えちゃんありがとう。なんか、いける気がするわ。匿名さん、ニコありがとうございます。ヒブリンちゃんありがとう。ツーちゃんありがとうございます。匿名さんありがとうございます。萌えちゃんありがとう。あ、ツーちゃんありがとうございます。ちょっとなんで出ないのかしらね、ほんと。ねえ。じゃ、言霊が言ったら少し時間かかるのよ。ラグ？ラグがあるのよ。うちもそうじゃん、結構。ね、お話ししててもさ、みんなほら、ラグあるじゃない。匿名さんありがとうございます。そう、10倍ありがとうございます。萌えちゃんもありがとうございます。そう、ラグね。あまえちゃんありがとうございます。きゅうちゃんありがとうございます。すごいわ、ありがとう。つーちゃんありがとうございます。萌えちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
で、皆さんね、まあ、このふわっちに関係ないんだけど、皆さんね、今週ね、お誕生日週間ということで、まあ、今週、来週なんですけど、皆さん。来週からなんですけど、まあ、日中も、お昼から、外部を含めてね、やっていくと。外部、ふわっちっていう風な形でね、ほんと、ちょっと、やっていきます。ね。今週はね、今週、来週、ね、お誕生日週間ってことでね、皆さん、ほんと、ずっとやると。ね。盛りだくさんです。ね。予定組みました。もうね。ほんと。お楽しみに。日中がだから外部だね。夜がだからふわっちみたいな。何やるのって。でも日中できることいっぱいあるからさ、盛りだくさんなんじゃない？きっと。夜は夜でほらできることもほら限られてくるけど、夜は夜で面白いじゃない。日中ほらお店いっぱい入ってるしね。去年買ったスワロスキーのネックレスね。あれもうほんと皆さんね、もうすぐ壊れたわよ、ほんとあれ。あれダメね、ほんと。スワロスキーのネックレスよ、あれ。汗、あのね、水に弱くなる。やっぱ皆さん、錆びるしみたいな。そう、錆びちゃった。もう錆びたっていうかな、色が変色してみたいな。壊れちゃった。早っ。あれ。あれなんか、ネックレス、スワロフスキーって水に弱いんだって。だから帰ってきたら、タオルかなんかで、ちゃんとね、拭き取ってあげたりとか、ね、しないといけないんだって。汗とかも水じゃない。塩だしね。そういうのも、なかなかこうやって、手入れをしないといけないのよ。ねえ、黒ダイヤのピアスあったわね、そういえば。どっか行ったわね、ほんと。ちっちゃいからね、すぐ消えるのよ、ほんと、皆さん。忍法くん呼ばないの？何、忍法くんって。忍法くん呼ばないわよ、ほんと。忍法くんなんかもう最近死んでるもんだって。もう、そう、さっきもなんかもうすっごい、もうこんなさ、もうこんな顔してね、こうやってもうこんなんだって、もうほんと。こういう風な顔して眠ってたよ、だってこうやって。ねえ。あんまお付き合いないしね、だって。病んでますよ。病んでる。あれこそ本当に、なんかこう、誰かね、話を聞いてあげた方がいいと思うよ。あれはね、ちょっとやばいよ。ガチで。忍法君は。ねえ。いや、本当、誰か話をね、ちゃんと聞いた方がいいと思うよ。もう本当あの人やばいと思う。忍法くん。だいぶ参ってると思う。参ってるっていうか、だいぶ落ちてんね。精神的にも。なんか逆に心配になっちゃうね、あれね。だコメント欄もね、すごいのよ。くたばれみたいな。早くくたばったらみたいな。そういうふうなコメントもあるし、ほんと。ねえ、中村くんが一時期、お相手して、中村くんもなんか、こないださ、あんなやつに会えてもなんか泣ける必要なんかねえんだよとかっていうふうにさ、言ってたもんね、なんか。いやー、一瞬だったわね、ほんと、皆さん。ねえ、結局。ねえ、一瞬なのよね。あ、こんばんは。こんばんは。っていうかさ、でもなんか私今日ね、ふっとなんかさ、思い返してみたのよ。なんかさ、さっきのさ、皆さんね、なんか、結構さ、深夜のね、リスナーさんとかで、たぬきの方とかで結構さ、嫌なこと言う人いるのよ。ね、つまんないとか言ってさ、つまんないし早く終わればとかっていう風な人がいてさ、でもそういう風なさ、嫌な人もいるけど、なんか
まあ言ったらさ、自分を成長させるためになんかそういう悪い人もいるんだっていうふうなことをさ、お坊さんのね、YouTube を見て聞いてさ、あ、なるほどっていうふうに思ってね、ああ、なるほどね、みたいな。ね、それをなんか乗り越えた時に、また自分もまた変わるみたいなこと聞いて、ああ、なるほど、みたいな。で、なんか自分の過去をなんかずっと振り返ってて、なんか今リスナーさんもうだいぶ総害でね変わったけど、そういえばリスナーさんにさ、なんかこういろんな事件があったのよ皆さん。もうね、毎回毎回事件があるたびに、ああリスナーさんにそういえばさ助けてもらってたわみたいな、みんなにね、ほんと。振り返ってみたらリスナーさんにすごく助けてもらってた、なんかこう7年なんかこう8年だったわみたいな。本当ね、何かがあった時にリスナーさんがね、いてくれてみたいな。ね、なんかこう冷蔵庫がないとか洗濯機がないって言ったら洗濯機とかさくれたりとかね、本当。そうよね、あ、車が壊れたって言ったら車をさ修理にね、こう助けにさ来てくれたりとか、食べるものがないんですって言ったら食べるものをさ送ってくれたりとか。そうよ。ねえ。なんかそういう人がいっぱいなんかこういてね、ほんと。なんかそう、誹謗中傷とかなんかそういうふうなことでこう困ってると、こうね、心のなんかそういうの支えみたいな人がさ、こう優しい言葉がけをね、してくれたりとかさ、なんかこういろんな人が、なんかこう私をさ、支えてね、くれてたなって、やっぱりすごく思うわけなのよ。だから私すごく幸せだったなって、まあ、私死にはしないんだけど、なんかすごく何かのターニングポイントっていうか、そのなんか、あ、この時にこのリスナーさんがいてくれた、この時にこの人がいてくれたっていうふうなことで、あ、多分そういうふうに巡り合わせでこう、私と合わせてくれたんだなって言って。まあその方たちはもう今ね、結局ね、いない方もいらっしゃるけど、でもすごいいいご縁をね、いただいたなって、私すごく今日振り返っててね、自分がこうもうすぐ誕生日迎えるにあたってなんかすごく振り返ってて、あ、なんかよかったなってなんか改めて思ったもんよ。ちょっと、あ、なんかそういえばなんか、あ、これやばいかも、ピンチかもって時にはいつもなんか誰かいたわと思って。 ねえ、その時だからなんか巡り合わせてくれたんだろうなって、なんか思ったんだよね。ねえ、だから私ってすごく恵まれてるし、ねえ、幸せなんだなってなんかこう思って、なんかちょっとねえ、あ、今日なんかちょっとこうずっとこううんこしながらずっとね考えたわ。 そうよね、そういうことがまああったってことよね。ね、うんこしながらねちょっと考えてましたってことよね。ね、ほんと、まあそういうふうなことでね、皆さんね、ちょっとどうしましょうね、とりあえずね、これリストね、リスト仕上げたいわね、ほんと。で、まさやん。あ、もちまろ兄ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もちまろちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、20倍ありがとうございます。でもなんかね、ちょっと、なんか振り返ってみるとさ、なんかリスナーさんはなんか名前はもうこう忘れないわね、ほんと。ずーっとな、よくしてくれたリスナーさんすっごい覚えてる。名前を覚えてる、やっぱり。今思い出してもね、たくさんいるんだけど、皆さん。ね、もう数ある方たちがいるんだけど、まあ悪い人もいるけどね。ねえ、ほんと。悪い人もいたんだけど。でもそんな多くなくてね。そうよ、ほんと。ねえ。いや、悪い人もいたけど。
でもいい方もたくさんいたなみたいなさ思うわけよ本当ね。そう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 ね、うん、またなんかね巡り合えたらいいなって思うしね、うん、そう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 ね、その方にまたその巡り合う時にまた自分がまたさらにこう成長できてたらいいなっていう風な意味を込めた曲が次の新曲なのよ。そうそう今回ね、うんね、ちょっとね次にで出す新曲がもうすぐ出るんだけど皆さんね。その曲がね、まあ、そういう風な、まあ、曲なのよ。そう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 、うんね、ちょっとそういう風な思いをたくさん込めたっていうね。タイトルはまだ決まってないんだけど、とりあえず詞はね、曲も出来上がって詞も出来上がって、あとレコーディングするだけで、そう私が作詞してるのよ今回また。そう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 、うんね、いいでしょ本当ね、うん、お誕生日に間に合うかどうか分かんないけどちょっとね。うん、映画の主題歌じゃない、うん、うん、そうよ CD はね発売ないわね今。 CD なんか売らないでしょ本当ね。 CD 本当まだ CD いっぱいあるわ段ボールに。本当よ、どうしましょうの CD ね本当。1000枚を作りましょうっていう風にさ言われたのよ最初。じゃ最初ね500枚でいいって言ったのよ。でも500枚も1000枚も変わりませんよっていう風に言われて、あそうですかって言って、いけますよって1000枚ならって言ってね、そうかしらって言ってさね、1000枚作ったんだけど皆さん、めっちゃあるんだけど本当 CD が、うん、そうそう聞く機会がないもんね CD ね。そうよね、今 CD 聞かないもんね、うん、もうダウンロードよ皆さん本当今、うん、ね CD を聞く機会も持ってないんだってみんな。もういやアルバムを作るにしてもねお金がかかるのよ本当皆さん、うん、アメリカンドッグありがとうございます。曲一曲作るだけでもね10万20万するの皆さん。作曲してもらって編曲してもらってね、アレンジメントレコーディングで、レコーディングして終わったら次はなんかミキサーかなんかでさ音をこう合わせるわけよ皆さん。音程をこうちゃんとしっかりこう合わせてみたいな、そうそうな、そういうのがかかると皆さん結構高いよね曲作るって。そうなのよ、うんと、そう金よ。ねえ本当誰かいないかねスポンサーね、皆さんどっかいないかね本当スポンサーね、うん、アメリカンドッグありがとうございます、ありがとう。残り何万ぐらいって100枚とかな、200枚300枚かな残りね。そうそうアメガホンありがとうございます。なんかふわっちもここら辺に YouTube かなんかみたいにさ広告ここら辺にポチってさどうつければいいのにね、どう思うとダメかしらここら辺につけるのよ。そう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 ね、資生堂みたいななんかここら辺にさなんかスポンサーつけてね本当ねえ、うん、あこんばんは。どう思うそれいいよね、うん、アメリカンドッグありがとうございます。そうそうそうねえ、うん、足立区の事情聴取された旦那さんが何アンダーバーで亡くなったみたい。何アンダーバーって、うん、そうそう何それ、うん、アメリカンドッグありがとうございます。何それ足立区ってあれ、昨日か一昨日ぐらいにこの言ったら変死体かなんかでこう発見されたなんか女の人のこと確か私の近所なの実験あったところ、すっ歩いて5分なのよ。そう歩いて5分ぐらいのところ、うん、なんか警察確かにいたなっていうか、うん、騒がしいなとはあった確かに、うん、なんか騒がしいなっていうのはあったけど、まさか殺人だと思わなかったわよ本当。殺人やっぱり、うん、えご主人何飛び降りなの、自殺したってこと、えそのなんで自殺するの、ハートありがとうございます。えその奥さん
おお、やっぱりあれか。殺したっていうふうなことよね。だからもしかしたら。ねえ。殺したってこと、認めたってことかしら。ねえ。そう。でしょ？あ、犯人だったってこと？なんか顔になんか傷かなんかあったって言ったもんね。確か。あ、そう。怖いわね、ほんと。あ、そう。あ、こんばんは。じゃあ自殺したってことか。認めたのね、自殺してね。あ、そう。ねえ。アメリカンドッグありがとうございます。なんか開けないわね、ほんと、皆さんね、ほんと。ねえ。そんと。アメリカンドッグありがとうございます。ねえ、自殺する勇気があるってすごいわね。私できない。自殺することなんか絶対できない。しかも飛び降りでしょ。絶対無理。ほんと、私。もう、ほんと嫌。ねえ。できない。自分から命をこうさ、こう、なんていうの。こう、自死するって無理。あ、離婚調停中だったの。なんかX かなんかでね、ツイッターかなんかで、私は今からね、こう、難病かなんかで、今からこう自分が言ったら、こう、点滴かなんかの線をなんか抜くっていう風な瞬間のやつを見たのよ。私はこれからもう、今気分がすごくいいと。これから楽になるっていうことを考えると、私はすごくもう安心って言って、自分でブチっていう風に抜いて、スーっていう風に眠りながら死んだのよね。いや、やっぱでもそういう風な自分でね、死ぬっていうことを決意するっていうのはすごい勇気だなと思うんだよね、本当。ねえ、それだけまあしんどいってことだよね、きっと。生きていてもそれだけでもしんどいってことだよね。ねえ、アメリカンドッグありがとうございます。抜けない、自分でブチって。自分でやるらしいじゃない。あ、相手がすると殺人になっちゃうから自分で抜くんだって。うわー、それ絶対できないわと思って、自分で。ほんと、ねえ、ほんと、アメリカンドッグありがとうございます。ほんと、でしょ？勇気ないわ、ほんと。ねえ。ねえ。日にちも決められるんだ、自分で。あ、こんばんは。苦しまないならいいのかしらと。そうね。苦しみながら死に移り変わってことかしらね。ほんと。アメリカンドッグありがとうございます。ありがとうございます。ねえ。怖い？大丈夫よ。ねえ、みんながいるわ。みんながいるわ。ねえ、私の放送見てね。とても落ち着きますって人いっぱいいるんだから、本当。ねえ、アメリカンドッグありがとうございます。ねえ、夜怖くなるでしょ、皆さん。ねえ、夜。ねえ、夜怖くなって、他の配信見てても胸がね、ドキドキするんだって。他の配信見てると荒れてるでしょ。荒れてるの見ててすっごい心臓バクバクするんだって。ただ、私の放送見た瞬間にすごくね、安らかに眠れるんだって。安らかに眠れるし、すごく落ち着くみたいな。だから深夜に私が放送やってるとすごく嬉しいっていう風にさ、言われるわけよ。なんか目が覚めてパッていう風に見た瞬間に、なんか落ち着きますみたいな。そうよ。ねえ。寝落ち？まあ、寝落ちする人はいっぱいいるんじゃない？あ、こんばんは。闇をね、照らすってことよ。ねえ、でしょ？狭心症の発作がなくなりましたと。ほんと。効果が現れましたか？ねえ。私の効果が。ねえ。よかったわね。アメリカンドッグありがとうございます。ひーちゃん薬みたい？ねえ。なんだろうね、一体ね。
前にモノマネ配信者が記憶喪失になったって配信してた。誰その人。ねえ。そうそうそう。ヒーリング効果ってこと私。ねえ。バファリンみたいなやつ。ねえ。そうそうそう。そうね。あ、違う。何時？今10時半だね。やりましょうか、そろそろね。皆さん。さあ、そろそろやりましょうか。ね。そうそうそう。さあ、やりましょうかね、そろそろね。こちら、ね、やっていきましょうか。アメガホありがとうございます。ありがとうございます。さあ皆さんね、今からやっていきましょうね。準備して、あ、皆さんどう、聖杯手に入ったねえ、聖杯手に入った、皆さんどう、本当ね、手に入ったかな、本当皆さんどう。アメリカンドッグありがとうございます。手に入った、まだまだゲットできない。アミクチちゃんありがとうございます。なんでかしら、なんで出ないと出ない。あ、こんばんは。あ、匿名さん2個ありがとうございます。10倍ありがとうございます。あ、いつもすいません、ありがとうございます。出ない、なんで出ないの、ほんと。あ、匿名さん2個ありがとうございます。ありがとうございます。あら、ありがとう。いいねもありがとうございます。ありがとう。他のとこ出てるのになんかおかしいわね、うちのとこだっけ。うん？いや、これ絶対そうだよね。ほんと。昨日もたくさん投げてくれたのにね。あ、匿名さんに行こう。ありがとうございます。こんだけ出ないことってある？ないよね。ほんと。あ、マーミーちゃん、ありがとうございます。出なさすぎじゃない？これちょっと。ねえ。これ意地悪よ、絶対これ。皆さん。ねえ。意地悪されてる。あ、かくちゃんありがとうございます。うん？ねえ。いや、これ絶対そうでしょ。だっておかしくない？こんな皆さん。うん？アメリカンドッグありがとう。だって普通出てるもん、もこのね、こんなんだったら結婚。あ、ポーチありがとうございます。ありがとうございます。ひどいね、ほんと。ひどいわ、ほんと。彼氏に相談しよう。私の彼氏に相談するわ、ほんと。ね、いるのよ、私の彼氏が。今実はね、彼氏。ケータに電話、ケータにちょっと喋りましょう。あ、匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。今日は何をしてたの？何あんた？そうか、あ、ごめん、今日は何してたの？セックス。あれ？セックスよ。セックス。どう？そっかそっか、え、いいな、誰と？誰とセックスしたかって？え、いいね、誰と？誰とセックスしたかった話？ね、あれって何？ちょっと話、ちょっとあんた全然合ってないわよ、私たち。ねえ、ラグありすぎ、ラグが。これ何、こんなラグあんの、こんなに。ねえ。ね、あ、ごめんね、セックスか。誰とセックスしたの？うんうん。どうって。これ何、こんな合わないの？これ話が。これやばくない？この人。なんでこんな話合わないのよ、ほんと会話が。全然これダメじゃん。これ何、電波悪いの？これ電波が。これなんでこんな電波悪いの？これ。そうそうそうね。これ何、どうして、ほんと。ね、話が合わないね、この人、全然、全く。ねえ、うん？また話せて嬉しいよ。あ、そう？うん、今日はセックスしたことがあるって言ってたけど、そうよ。
いつからしてるの？毎日。毎日だとすごいね。そうよ。誰としてるの？一瞬。誰でもいいの？そんなことないわ。あ、まあ誰でも、そうね。まあ自分でオナにしてるのよ。そうなの。寂しいから誰かとしたくなっちゃうと思ってた。まあだからケツになんかあのぶち込んでさ、ディルとかなんかぶち込んでそっからオナにすると気持ちいいよねって話よ。うん、鉄にディルね。うん、ケツにディルドよ。おお、ジルだ。違う、ケツにディルド。そうなの、気をつけなきゃ。なんでよ。っていうかあなたあれなの、今仕事は？今はフリーターだけど、いつかは正社員になりたいなと思って。あら、あなたこないだ学生って言ってなかった？そうだね、今は卒業してフリーターだけど。学生は？クフ、卒業したけどまだ学生気分が抜けないんだよね。何それ、ほんとね。え、あたしのおっぱいもんで。ブフフ、飲みに行こうよ。飲みながら話しよう。私のおっぱいもんで。飲みに行ったらもっと話せるね。ちゃちゃ、私のおっぱいもんで。飲みに行ったら私のおっぱい吸ってくれる。違う、私の、あ、違う、なんだ、あなたが私のおっぱい吸ってって言ってるよ。わかった、じゃあ飲みに行こう。ちゃ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 ね、私のおっぱいを揉んで。うんうん、飲みに行こう。ちゃ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 、私のおっぱいを揉んでちょうだい。飲みに行ったらおっぱい揉めるね。じゃ、おっぱいを揉んで。飲みに行ったらいつでもできるね。ちゃ、おっぱいを揉んでほしいの。飲みに行ったらいつでもできるからね。揉むの、おっぱいを。飲みに行ったら飲めるし揉まれるし最高だね。そうそう。クフ、いつ飲みに行けるかな。名前はなんていうの？私の名前ハケイタっていうよ。あ、そう。私はなんていうの？ケイタって呼んでくれると嬉しいな。ちゃんちゃん、私の名前はなんて言うの？ヒロキって呼んでいいかな。そうよ、ヒーちゃん。クフ、よろしくね、ヒロキ。ヒーちゃん。よろしくね、飲みに行けるの楽しみにしてるよ。ヒーちゃん。うん。ヒーちゃんって言ってごらん。うんうん。ふんふんじゃないのよ。ヒーちゃんって言ってごらん。ヒロキって言った。ちゃちゃ、ヒーちゃんって言いなさい。ヒロキ。ちゃちゃ、ヒーちゃん。あ、ごめん、ヒロキ。じゃ、ヒーちゃんやんだ。ごめん、間違えちゃった。ヒーちゃんって言いなさい、ヒーちゃんって。わかったよ、ヒロキ。なんで、私の言うこと聞かないの？ごめん、間違えちゃっただけなの。ほんと、ねえ。なんでそういうふうな、言うこと聞かないの？ごめん、そういう性格なのかな。バカなんでしょ、ただの、あんた。ごめん、そんなことないよ。バカじゃないのよ。うんうん、ありがとう。何ありがとうよ、ほんと。ほんと、頭にくるな、この人。ほんと。こちらこそありがとう。何がありがとうや、ほんと。あなたら話してくれて嬉しいよ。全然嬉しくないわ、私は。なんで？私のおっぱい揉んで。クフ、いいよ、揉んであげる。揉んで、後ろから揉んで。後ろからもするよ。あん。あん。あれ、どうしたの？あんたもあんって言いなさい、あんって、あん、あんって言いなさい、あんたも。あれあれ、アンティナスアンテンってなんだっけ？あん、あんって言って、あんって。あんってするの？そう、あんたもあんって言いなさい。うん。あんよ。あんは？うんうん。あーんって言いなさい、あんたも。
アメリカンドッグありがとうございます。え、何言ってるの。今ね、ふわっちのイベント中なのよ。あれ、あのね、あ、どこ行った、あ、消えたわあれね、あんた、うん、あのね、ヒドンナって知ってる？ヒドンナってなんだろう。ヒドンナって知ってる？なんだろう、知らないかも。本当？知らないかも、ごめんね。ヒドンナって覚えた？ヒドンナって言葉は覚えたよ。な、ヒドンナ。そうだね、なんだろう、ヒドンナって言うとなんか悪いこととかを連想しちゃうかも。うん、そう。あの、ヒドンナちゃんっていうね、有名な YouTuber がいるのよ。ええ、そうなんだ。ヒドンナちゃんっていう名前がそのまま YouTuber 名なのかな。そう、あの、ヒドンナチャンネルっていうのよ。どんな動画を上げてるの。そうね、まあ美容系かしら。美容系 YouTuber の名前。そうなのよ、美容系なのよ。あのね、結構ね、面白いのよ。面白そうだね。そうよ、見てみて。あの、結構ね、あの、すごい人気なのよ。おお、ヒドンナチャンネル見てみようかな。うん、1500万人いるわよ、 YouTube チャンネル。おお、そんなに人気なの。そうなのよ、すごいよ、大変よ。うん、そっかそっか、ヒドンナチャンネルのヒドンナさんって YouTuber として成功してるんだね。そうなのよ、大成功よ。 TikTok でもすごいわよ。すごい人気だね。ヒドンナさんの素顔とか見てみたいな。かわいいわよ。かわいいのかな。そう、すごく、あの、日本で一番かわいいって言われてるのよ。日本で一番かわいい人ってヒドンナさんなの。そうよグフ、そうよ、わかった。グフ、ヒドンナさんの素顔が見られる動画とかないのかな。あるわよ。うん、見たい。見てごらん。で、ありがとう。で、今ね、で、今ね、あ、ゆうちゃんありがとう。で、今ね、このひどんなちゃんがね、今そのふわっちっていうさ、まあその配信アプリがあるのよ。おお、ふふふ、そうなんだ。で、そこでイベントを今やってるのよね。そうなんだね。で、で、そこでまあその言ったらさ、投げ銭があるのよ。投げ銭ってわかる？アイテム課金してね、投げるのよ。はい、うんうん。投げ銭だからケータもしてちょうだい。いいよ、いくらでもいいの。うん、100万ぐらい投げてくれる？そんなにないよ。いくら投げてくる？じゃあいくら投げてくれるの？100円とか。100円？100円ならできるかも。じゃあ100円投げてくれる？じゃあ。100円ならできるよ。ほんと？100円投げてね。じゃあアイテムよろしくね。うん、よろしく。はい、じゃあまたね、バイバイ。バイバイ、またね100円しか、ちょっとねえ、イベントアイテム買えないじゃんって。100円であったねえ。そうそうそう、でしょ。100円で無理でしょう、あなた。そうそうそう、とでしょ。ねえ、あ、フリーターだからってこと、ケータが。いや、ケータコロ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 変わんのよね。フリーターって言ってみたりね。そう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 、ね、フリーターって言ってみたり、ほんとね。そう、タワマンに住んでるって言ってみたりさ。ほんと嘘つきよ、ほんと。嘘つき。そうそう、ケータ嘘つき。ねえ、うん。で、皆さん、これいいでしょ、ほんとね。いや、いいじゃん、こういうのね。わかる、皆さん、あの、喋るトレーニングでいいじゃん。ね、喋るトレーニング。私ね、実はね、一回ね、彼氏できるかもっていう風なさ、時期があったよね。あれ、去年だったかしら。
去年実は皆さん、私もしかしたら彼氏できるかもっていう風なさ瞬間があったのよ。実はね、あれ誰だったっけ、ひろきくんだっけ、同じ名前のね、ひろくんだっけ、いや社長さんかなんか、マーくんだ、マーくんね、あそうそう、マーくんだ、マーくん、いやマーくんって言ったよね皆さんね、あの浅草の方にいたマーくんっていたのよ。そうそう、マーくんね、そう、マーくん、そうよね、匿名さんありがとうございます。レクサスのマーくんよ、そう、レクサスのマーくん、そうそう、あ、匿名さんありがとうございます。そうね皆さんで、ナンパしてね、皆さんいい感じだってね、うん、いい感じでね、皆さんなんかこう、そうそう、ブランド物をなんかその輸入かなんかしてんだっけ、確かね、輸入、そう、海外からのやつをね輸入して売ったりとかねしてるんだよ確かね。で社長さんなのよ皆さん、そうそうそう、うん、ねえ、そうよ、そう、チューなかなかしてくれないのよね、なんだかね、それがね、そう、手もなかなか握ってくれないのよ皆さん、それどうなのよね、一体どう思う皆さん、手も握り、手も握ってもくれない、そうそうね、キスもしてくれないみたいなね、ほんとどう皆さんでしょ、うん、ね、なぜ知り合った日からよ、半年過ぎてもあなたって手も握ら、なんでよ、ほんと、ね、手を握りなさいよ、ほんと、そう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 、思わない、ほんと、半年もさ、手握らなかったらさ、もう別れてるわ、ほんと。半年間我慢してるのがすごい、皆さん思わない、相手が、ほんと、そう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 、でしょ、うん、握んなさい手ぐらい、ほんとね、そうそうそう、でしょ、うん、ひーちゃんの理想のところ何、年齢と身長と体重は何って、なんでね、何、なんかしてくれるの言ったらねえ、結婚相談所の方もしかして、うん、ねえ、何、何かねえしてくれるのそれ、ねえ、あなたに何、マッチする人誰かねえ探してくれるの、ねえ、いやでもね皆さんね、彼との恋は終わったのよ、そう、マー君との恋は終わったの、実は皆さん、ねえ、マー君との恋終わっちゃってね、実はなんかね、やっぱその配信をやっぱりしながら、やっぱ彼と会ってることが、彼からすればね、やっぱりそういうのっていうのはぶっちゃけ真剣にね、自分とは向き合ってくれてないっていうのよ。結局その配信っていうか、そういう風な動画の撮影のネタとして自分は利用されてるだけっていう風なことをさ言うわけよ、向こうがね。そうそう、だからもうね、今後は、なんていうか、こうね、まあ、会えないっていうか、まあね、ちょっともう、疑心暗鬼というかね、私のことをやっぱ疑ってるっていうふうなことを言ってて、終わったのよ、皆さん。ねえ、そう、終わりました。うん、そう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 。ねえ、連絡ないわ、一切。連絡ない、一切もう彼から連絡ないわ、うん、ね、全く、うん、好きなのにどうしてって、うん、ね、しゃあないね皆さんね、これはね、もうやっぱり、うん、だから一般人には理解できないのよね、こういうね配信のね、あの配信っていうのはなかなかね、そう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 、うん、やっぱり、うん、だからやっぱこう配信にやっぱ理解のある人じゃないと
やっぱ無理なんじゃない皆さん。うん、ね、そうそうそう、うん、そうなのよね、皆さんね、思わない？そうでしょ、うん、みんな生きてる？死んでる？そう、ナイスをして、ほんとね、無料投げて、ほんとね。はい、画面暗くします。はい、消灯です。おやすみなさい。消灯ですよ。もえちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさいの全部消しますね。ブロックしますね。はい、ブロックしますね。ほんとね、おやすみなさいよ、ほんと。そうそうそう、ね、消したったわ、ほんとね、コメント消したったわ、ほんと。そう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 、何、ね、おやすみなさいよ、ねえ、ね、おやすみなさい。いやー、だからまあ私も良くなかったわね。うん、ね、配信でね、まあ、彼をほら、まあ、言ったらさ、ね、まあ、利用してるっていうか、まあね、確かにね、まあ、その言ったらこう彼とのその言ったら恋愛のその発展をやっぱりこう配信でやっぱこう見せたかったっていう風なこう気持ちもやっぱあったんだろうね。そうそうね、どっかからね、やっぱね、うん、そう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 、うん、まあそれもあっただろうね、本当。でもね、皆さんね、彼でも優しかったんだよ、皆さん。そうそう、アメリカンドッグありがとう。でもね、彼優しかったんだよね、本当。皆さん、話もちゃんとしっかり聞いてくれるしね、話も振ってくれるしさ、そう、よかったのよ、皆さん、本当。うん、ね、そうなのよ、優しかったよね。話もね、すごくこう、なんていうのかな、こう、振り上手っていうの？ね、話をね、すごくね、聞いてくれる人なのよ。どちらかって言ったら。自分の話より、自分の話もしてくれるけど、自分の話もしてくれるけど、私にも話をちゃんと上手に振ってくれるってこと。なんかね、自分が喋るのは少し相手に喋らせたいっていう風な、そういう風な雰囲気をね、出してくれるような人よ。すごい気遣い屋さん？そう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 、うん、ね、大人よね、わかる。ペチャ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 いるじゃない、ほんと。自分のことばっかりなんかこうさ、喋り倒してね、ほんとね、なんかもうほんと、ペチャ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 ね、いるけどさ、そうじゃないのよ、全く皆さんね。だよく、相性は良かったよね、相性はね。うん、なんだろう、皆さん、連絡しようかな、マー君に。ねえ、マー君連絡しようかしら、本当。そうそう、アメリカンドッグありがとうございます。マー君連絡しようかな、久しぶりに。マー君元気ですかみたいな。でしかもね、 LINE してないのよ、マー君が。おかしくない？どうも皆さん、マー君ね、 LINE してないのよ。LINE してないって言ってたのよ。どう思うこれって。LINE をしてないっておかしくない？なんかそれって。LINE。LINE をしてないから、ショートメールだったのよ。ショートメールで。そうそう。いや、ショートメールで、まあ、交換するって感じ？ちょっと。そういう感じなのよ、皆さん。ねえ。いる？ LINE。あ、そう。LINE いるんだ、嫌いな人って。そうそう。で、しかも、皆さんね。あ、でもそうかもね。今最近、携帯電話を使わない人結構いない？知ってる？
携帯電話が煩わしいからって言って、もう携帯電話の電源を切ってね、言ったら、もうこういうさ、知ってる？なんかタイマーみたいなやつに携帯入れるのよ。で入れて、もう携帯を使わないっていう風な日を作る人もいるよね、中には。そうそうそう、もう携帯が煩わしいからっていうか、そうそうそう、タイムロックみたいなやつ、デジタルデトックスみたいなやつ、そこに入れてタイマーセットして時間経たないと開かないってやつあるよね、デトックスみたいなやつ。そうそうそう、ある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 。うんね、いや、ありますよ皆さん。そう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 ね、うん、緊急連絡は家電って、緊急連絡知らない、緊急連絡どうするか知らないわ。ね、そこまで知ってって、いや携帯電話あると皆さんさ、煩わしいじゃん。で使わないっていう風なことをしてるんだって。その言ったら集中できないでしょ、仕事に。そう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 、ね、全然違うらしいよね皆さん。携帯電話をこのね、ディスクのここら辺に置いといてね、作業するよりもアンロックした方がいいんだって、携帯電話は。やっぱりその方がなんか効率が伸びるらしいよね、やっぱ。あると、そう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 、でしょ。こうスマホをこう見て、またやって、見て、またやって、見てやってっていうのがすごく皆さん大変なんだって、これ。逆に、ね、脳みそのこの処理能力が皆さんね、大変なんだって。こっち見て、こっち見て、こっち見て、こっち見てみたいな、わかる皆さん。そこになんかね、脳がね、なかなかその言ったら理解できるのは難しいんだって。だから集中ができないんだって、結局。だから見て、またこっちに戻って、また見て、こっち戻ってっていうことができないから、皆さんね、なかなか脳がだから集中できないんだって、全く。だからこうね、ガーッと、だからもう携帯はだからアンロックにしちゃってってことよね。そう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 、ね、アメリカンドッグありがとうございます。わかる、私の言ってること。アメリカンドッグありがとうございます。皆さん無料お願いします。ナイスもお願いします。そうそうそう、あとなんかで、その言ったら、男性のね、なんかね、物質があるの、男性ホルモンのやつ、テストロゲンってやつ、ね、あれもなんか男性が今最近どん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 減少してるっていうね、テストロゲンっていうね、物質が皆さんあるのよ。その物質が落ちると集中する能力がなんかね、なくなってね、皆さん。その全部なくなっちゃうと、あれね、あれ？みんな聞いてる？さよなら、ショートです。あ、匿名さんありがとうございます。ニコありがとう。何これもう、この話つまんないのもう。じゃあいいわよもう、ほんと。お墓の話するからもう。ねえ。お墓の話するわよ、じゃん。ほんと。ねえ。そんな話したいんだったら。ほんと。ねえ。何の話するの次。死んだらどうするかの話する？ねえ、ほんと。ねえ、死んだらどういう風な話をすればいいの？また。ねえ。アメリカンドッグありがとうございます。ねえ。もういいわよ。もう話しないから。めんどくさいし、もう、ほんと。ねえ、ほんと。知らない？男性ホルモンなんかどうでも。里芋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ほんと。だって一生懸命喋っても聞いてくれないもんだって。ね、みんなの興味のじゃあ、ある話をしましょうじゃん。そういう話をしましょうよ、じゃあね、ほんと。ね。
ね、みんながほら主体なんだから、それでいいわよ。うん、いいよそれで。じゃあ、うん、どういう話をするじゃん今から。そうそうそう、あ、千秋ちゃんありがとうございます。聞かしてって、もう自分で調べても。自分で調べて、ほんともうね。もういいわよ。そうそうそう、ね、もうね、うん、もういいわよ、めんどくさいわよ。そうそう。うん、ね、あ、落ちちゃった、ほら。ね、もういいわよ、皆さん、ほんと。そうそうそう。うん、ね、うん、ねえ、ねえ、もうほんと、あーよ。ねえ、ほんと。うん、ねえ。ほんと。ふん。あ、さといもさん、ありがとうございます。ねえ。あー、楽しい。衣装決まったって、別に何でもいいわよ、もう。別に興味ないでしょ、うん、赤くちゃんありがとうございますね、別に、うん、ね、何着ようが別に関係ないでしょ、どうせ興味ないでしょ、うん、ね、着るわよ布切れを、うん、ね、そうそう、ね、着るわよ布切れを、そこらんのやつ着るわよ、うん、ね、そうそう、心配しなくても、うん、ね、裸で行かないわよ。アメリカンドッグありがとうございます。え、だって話してもだって聞いてないもん、みんな。ね、もう、そうよ。あ、匿名さんニコありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でしょ、もういいのよ、もう。そうそう、アイテム飛んだらありがとうございますっていう風に言っときゃいいんでしょ、もうだからもうほんとね、もう雑談なんかもしないからね、もうほんと皆さんね、もう、もう自信なくなったわ、ほんと、もう話しません、もうほんとね、うん、そう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 、うん、ほんと、もう嫌です、ほんとね、精神的苦痛だわ。精神的苦痛。アメリカンドッグありがとうございます。もうね、精神的苦痛よ、ほんとね、うん、いいね皆さん、ほんとね、うん、そうそう、もういいね、全然全く、うん、ね、ね、うん、モノマネ別にいいわよ、ほんとね、いいわよ、適当で、どうせ見てないしね、みんないいわよ。ね、うん、みんな見てないだろうし、いいわよ、別にやらなくたってね、うん、適当に別にやっとくわよ、うん、腰振ってね、うん、ね、アホみたいに叫んどくわよ、ギャー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 、うん、いいよ、それでいいでしょ、ほんとね、うん、ね、それでいいでしょ、ほんとね、うん、ほんと、もうアメリカンドッグありがとうございます。そう、話聞いてくれる？じゃあね、いい？本当。ちょっとアメリカンドッグありがとうございます。なんでふてくされてんのって、みんなが悪いのだって、本当ね、みんなが悪いだって、私が話してるのにみんなもこうやってボーっとボーっと、もうね、こんなんや、みんなもう本当してるからよ、本当ね、でしょ、こうやって、本当ね、ずっとこうやってちょっとこうよ、ほんと。ねえ。アメリカンドッグありがとうございます。なんだっけ？
何だっけ、何だっけ、なんか忘れちゃったわ。もう、忘れちゃったわよ、皆さん、もうほんと。ねえ、何か忘れちゃった、もうほんと。うん、そう。うん。ほんとに。あ、テストロゲン。あ、なんか、テストステロンだっけ。そう、テストステロンっていうのものが、なんかすごく、そう、あのね、減少するのよ。男性のね、そういうのって。うん、ねえ。それが減少すると、どうなるかって言ったら、もう、なんていうのかな、その、やる気がもうね、起きないのよ。わかる？そう。言ったら、昔の男性、その言ったらさ、まだ、もう、1000年、2000年とか、その、まあ、1万年かわかんないけど、その男性っていうのはさ、狩りに出るわけじゃない。昔の言ったらさ、旧世紀かなんかわかんないけど、その言ったら、皆さん、動物を追いかけてさ、言ったらさ、狩りに出てね、狩猟でしょ？大体。男の人っていうのはね、ずっと。そう。その狩りに出るっていう風な、言ったらさ、まあ、ものができなくなってるってことよ、男性が。テストステロンっていうものがね、失うってことは。そう。で、その減るっていうことは、結局は、まあ、性欲もね、落ちてくるし、皆さん、結局ね。うん、で、あと、言ったら、もう、まあ、なんていうのかしら。まあ、性欲がなくなるってことは、まあ、言ったら、その女性をね、こう言ったら、まあ、捕まえるっていう風なさ、気持ちももうさ、なくなってくるわけよ。そう、そこら辺の AV でいいみたいな。もう、そこら辺の AV でもうね、やっちゃって、まあ、それでいいわ、みたいな。そういう風な感じになるのよ。そう。ね。だどんどん悪い方に悪い方になっていくわけよ。ね。だ仕事の効率も言ったら、まあ、悪い。集中できる、まあ、集中することができなくなってくるね。どんどんと。怠ける。あ、こんばんは。そう、まあ、そういう風な、まあ、まあ、悪循環になってくるってことよね。そう。そう、だからなんか、あんま安易になんかその、なんていうの、AV を見ない方がいいとかっていう風にはあるよね。今だから、まあ言ったら AV を見ないようにするっていうことも一つなんだよね、確か。そう。そうなのよ。なよなよした人増えた？あー、ねえ。なんかそうみたいね、なんか。なんですって。AV をなんかあんま見すぎちゃいけないんだって。そう。AV ね、ほんと。ブルーライトもそのホルモン現象に影響してなかったっけ？ああ、そうなの？ねえ。だからこう女性で行かなかったりとかするでしょ？言ったら集中できないから女性の中でこうね、室内射精がこうできない男性もどんどんさ、増えてきてるでしょ？中でね、行けないっていう人もどんどんね、増えてきてるから、ね。なんかそうみたいね、ほんと。そう。あ、中で行けないみたいな。そう、私性欲強いんだけどね、ほんと。そう。アメリカンドッグありがとうございます。ね。確かにね、ほんと。まあ、AV があれば別に問題ないもんね。だってね、もうほんとほぼ。そう、AV があれば。ね。そうよ。中でいけないの。ね。ストレスじゃないのよ、これ。ストレスじゃないのよね、これ。そう。あ、頑張ってありがとうございます。ね、何をどういうふうに頑張ればいいのか、もうちょっとね、わかんないんだけど。そう、欲がないのよ、もう今、皆さん全く。だからもう簡単なもので済ましちゃうってことよ。だから、わざわざこう女性と出会って、女性とそういう風な関係を持つまでそうやって、なんてこう、
耐え抜いて耐え抜いて結局そういう風な関係を持つこともするのもめんどくさいっていう風なこと言うね。だから、うん、だからもうそこら辺のだから AV でいいみたいなこと言う。そうそうそう、うん、ね、そういう淡白な人が増えたってこと言うね。そうそう、だから恋人もいらないってこと。そうだからその言ったらそこまで耐えれるようなそういう風な精神力がもうないってこと。言ったら集中力がもうないから、だから そこの AV でだからもう手前でもういいやっていう風なこと。そう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 、うん、ね、そういうことよね。だからうんね、日本人の平均回数何回かしてる中村、これ中村くんこれ言ってんの。そうそうね、これ中村っぽいよね。なんかねえねえひいちゃんみたいな、日本人の平均回数何回か知ってるとかってあいつ言ってくるの。だいたい知ってるみたいな。根が知ってるよ、ほんと。え、何回なのちなみに。何回、うん、ねえ、え、何回ぐらいなの。そうそうそう、うん、ねえ、平均回数ってこれ何回なの一体。なんかその決まってるんだ、何回か。そう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 、うん、ねえ、わからないでしょ。2回なの平均、平均が。今でもオナニーしない人いるもんね。オナニーしない男性も増えてきてるしね、皆さん。やっぱりそれをする、それをすることすらめんどくさいのよ、もうねえ、そういう風に。うん、アメリカンドッグありがとうございますでしょ。女にすることさえもめんどくさいってことでしょ。だから結局もう、そう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 、うん、ねえ、でしょ、うん、でしょ、しないって言ったでしょ。しないってもなんか最近多いよね、ほんと。アメリカンドッグありがとうございます。そうなのよ皆さん、うん、そう、なんか鬱っぽいの多いよね、ほんと。そう、昔、そう、昔の男ってなんかギンギラギンだったよね、ほんと。まあギンギラギンって古いけど、ほんと言い方がね。いや昔確かにね、なんか、なんかね、今の若い子よりもね、なんかその私の年代の男性の方が今日ギラついてんのよ、だいぶじゃない。結構なんていうの、こうガツガツしてる感じはする。確かに、そうそうね、食うだけ食っちゃうみたいなさ、あったよね、もうほんと。いや、なんかそれはあった気がするわ。うん、ね、そうそう、ガツガツしてね、ほんと。うん、ね、最近ないもんね、確かに。うん、ナンパとかあんのかな、海行ったら。うん、ね、あ、私、海でナンパされたの。ごめんなさいね、ほんとすいません。今年も頑張ります。ね、今年も頑張ります。そう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 。ね、うん、今年も頑張って。ね、捕まえます。ね、あ、海配信いいわね、ほんと。でもまだ海まだちょっと冷たいんじゃない?海。そう、海行きたいけどね、ほんと。うん。そうよ。うん、あ、海いいわね。海行きたいわね、ほんと、皆さん。うん、そうそうそう、装飾系が多いと思う。装飾系、うん、ね、あー、そうね、おとなしいよねみんなね、ほんと。うん、最近のね男の人はね、うん、優しいのかしらね、うん、遠慮深いというか、うん、あ、こんばんは。まあ自分からも行かないもんね最近。そう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 、今もうバーチャルの世界に住んでる人もいるからね。バーチャルの世界でそこでね、アニメと恋をするとかね、うん、アメリカンドッグありがとうございます。そうそう、あのね、結構向こうね、街が多いんだよ、街。めんどくさい、だからそれなのよ。うん、ね、そのテストステロンだっけ、それが減ってんのよ。うん、それが減ってるから、もうなんていうの、言ったらやる気がないの。とにかくスマホで完結みたいな、スマホだけで全部完結できるから、もうその1個のこのスマホだけでできるからってこと。だからそのテストステロンみたいなものを言ったらまたね、あの出すために携帯電話だからデジタルロックして携帯見ないとか、そういう風な日を作ったり、ジム行ったり、なんかそういう風に
まあ仕事に集中するためにこうにも携帯をとりあえず使わないっていう風な日を作っているのよ、そういう人、うん、ね、やってるんだよ、そうやってね。そうそう、アメリカンドッグありがとうございます、風船ありがとうございます。だどんだけ自分たちは携帯にこう侵食されてるかっていうことが分かるってね言ってた。だ携帯ない方がすごく仕事に集中できるっていう風な人結構増えてるよね。だから今ほら流行ってるのよ、デジタルロックのやつ、デジタルウォレットだっけ、なんかそういう風にね、なんていうの、売ってるよね、結構売ってる、うん、タイマーかけて、タイマー例えば12時間とかセットして入れるのよ、パカってはめてみたいな。でそうデジタルどうやってデトックスかな、そうそう、で時間が空いたら開くんねん、それまでは開かないの皆さん、うん、そう、それが今ね流行ってるのよ、そう、どうしても開かないの皆さん、うん、ね、それがすごくいいみたい。私はそれしないけど、うん、できないでしょ絶対。そう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 、うん、でも今流行ってるんだって、そうそうね、今流行ってるんだって、それそう、不安になるってところらへんがもう侵食されてるんだって、私たちがね、その言ったら携帯電話にすごく侵食されてるみたいな。そう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 、うん、ね、でも昔なかったもんね携帯電話なんて、私たち、そうそうね、昔そうよ、なかったもんね携帯電話ね、そんな言って、うん、ね、だって昔新幹線とかでもさあ、これ皆さんこれ古いからみんなえっと思うかもしれないけど、新幹線もさ、私の母がさ東京にさ、まあ親戚に会いに来るときに新幹線乗るのよ。じゃ当時こだまでね皆さん、で自由席で乗るじゃない、で自由席に乗って降りてくるんだけど、親戚がねその自由席ってでっかいからどこにいるのか分かんないから、その親戚も探すわけよ。でうちの母も自由席をその東京駅降りたらみんなこう家族を探すってなかったし、あのね新幹線のコマーシャルもなかった、言ったら彼どこにいるかしらみたいなあったじゃん新幹線でさ、あの彼氏をね探すためにこうやってこうやってこうやって、そうそうそう、ああいうやつよ。で携帯なんかない時代だから皆さん、そうだからみんなこうやって探すのよどこにいるかなみたいなさ、ああいう時代よ皆さん、ほんと、そうそう、待ち合わせのやつをそうそうそう、そう、今何号車ってできないじゃん携帯ではないからね。いや携帯あったのよ皆さん、いや携帯は当時からあったのよ、もう30年前から携帯電話あったのよ。私が7歳8歳の時にも携帯電話あった、あのねうちの父親が使ってた、カズマがこんななんかでっかいの、本当になんかそのこんなやつ、こういうやつなかった、こんなでっかいのあったのよ携帯電話、うん、ぶん、すっごい分厚いやつ、なんかあのやってんじゃんしもしもみたいなやつ、そうそうそう、あれ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 を持ってたのよ。いや本当にあれねあったのよ実際、そうそう、ショルダーのやつあったの、ノラが持ってるあのトランシーバーのやつ本当に実際あったのよ、うちの父親が本当に持ってて、そうそう、バッグのやつ、あれしもしものやつあったのよ本当、そうそう、あれつか、でも確かあれ月ね10万とかすんのよ、今と桁違いで確か、そうそうね、10万とかするよ確かに、あれしなかったっけ、いや10万って聞いてよあれ確か、あれね携帯電話、うん、ね、ひーちゃんポケベルはね、あ月額30万だって、ポケベルはね私ねやってたよ、でポケベルから携帯電話に変わるときらへんだわ私、そういえばだポケベルとかあったけどね、携帯ポケベルで打ってさね、ちょうどなんか私の時代 PHS なのよ、 PHS、 そう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 、うんね、 PHS だね、そうそうそう、PHS 持ってる友達だよ中学校の時ね。で私はちょうどJ-Hon、今でいうソフトバンクの会社
からうちの母におねだりして携帯持たせてほしいって言ったのよ。ただ携帯料金すっごい当時高かったのよね。え皆さん、もうね、1分いくらだっけ、1分100円ぐらいしなかった当時。高かったの、とりあえず電話が、通話料金高いのよ皆さん、マジで。だすぐにあっという間にね1万なんかいっちゃうのよ。そうそうそうね、だ母に怒られちゃって母に怒られちゃって、でその携帯をさ、着信だけのやつの携帯に切り替えられちゃって、ロックね、暗証番号ねかかっちゃって、でカズマが通貨っていうね携帯電話会社、今もうないけど、今もうその、au に買収されたけど、その通貨っていうところから出てる、その何て言うの、あったじゃん、プリペイド携帯みたいなやつをね、プリペイド携帯を持たされたのよ、あの父に。そう、プリペイド携帯ってあったのよね皆さん、先払いすんの、携帯の本体を買ってカードを売ってるのコンビニで、1000円、3000円、5000円ってやつ、それを買って先払い登録すんのよ、うん、チャージすんの携帯を、でチャージしてメール打ったり携帯かけたりするの。そうそう、身分証いらなかったよねあれね、まあ、途中からでも身分証あれかなね、こういるっていう風になったんだけど、そうそう、犯罪かなんか増えちゃってね、オレオレ詐欺とかなんかあるじゃん、あれで結構ほんの悪用されたりとかして、身分証でねいりますって途中になったんだけど、当時いらなかったのよ身分証なんてね、あれね、ほんと、そう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 、うんね、懐かしいわね皆さん、ほんと、まだ Wi-Fi もないもんね当時、ネットもね皆さん、ほんと今だったらもう画像なんかすぐもうお互いにシュッシュッシュッできるじゃん、もう画像読み込むのも皆さん大変だったもんね当時、ほんとで、私当時さ18、19の時にさ、やっと自分の家にねネット回線引いたのよ、 ISDN って、あの ISDN ってひどかったよねみんな、もうほんと止まるし、動画ほんとねえ、動画 YouTube もね止まるしさ、ほんとくるくるして、ほんとあれ、そうよ、NTT 回線、皆さんねえ NTT の回線じゃなかった確かね、そうそう電話回線だよあれ、遅かったよね本当あれ、もう本当にくる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 してね本当あれ、本当に動画のやつとかもすっごい大変だった皆さんマジで、そう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 ね、え今幸せよね本当、うーん本当に、うん、 ISDN そうだったっけな、うん、性転換手術でしなくても戸籍を変えてることが何できるようになりました、ひーちゃんは、と。私はねいらないのよ、うんね、私は特にねいらない、うん、戸籍でしょ、私戸籍を別に変えたいと別に思ってないからね、ほんと、あの女になりたいってことでしょ、うんね、女に別になりたくないのよな、ほんと、うん、女性から男性だけなの、え、どういうこと？女性から男性だけ？え、なんで男性から女性無理なの？うん、ねえ。あ、そうなの？うん、ねえ。え、どうして？うん、え、その言ったら、あ、なるほどね。うん、ねえ。そしたら結婚できると、まあそうなるね。うん、え、でも、え、仕草女っぽいってなんでって、そんな人いっぱいいるじゃんだってあなたね、えあのねもうさ男だからそういう風なこうあの男っぽくなんかそういう仕草をしないといけないとか、男だから俺っていう風にさ言わないといけないとか、その女だからなんかその私とかなんかそのね女性らしくなんかこうしなやかにしなさいとかっていう風に言うってさ、結構もうね古いよもう本当ね、えあなた次の世代に生きていけないよそれあなたうんね、ちょっと時代遅れよ本当、ちょっとうんね、
ちょ、次の世代にはちょっと置いてかれるよ、本当。うん。そうそう。男性は何、生殖器を取らないと無理なの？あー、女性の方が大変だと思うけどね。女性って結構その、言ったらさ、へこんでるところからこう、なんかこう、蓄積してってこう、作るでしょ？だからなんかそのまだそのチンチンを作るまだ技術がなかなかできないんだよね。そうそう。うん。あ、でも、皆さん今、アルカノイドって知ってる？皆さん。これなんかまたこんな話したらまたみんなちょっとね、興味ないと思うけど、アルカノイドとかって知ってる？今皆さん。もう今ってさ、もうもしかしたら、臓器も作れるよね。いずれ。そうそう。臓器も。ね。そうそうそう。臓器。ん？ノンアルカノイドって、今ね、脳みそも作れるのよ。培養して。培養ってなんか、だから脳を育てるのよ。脳を、その言ったら、作れるの。その言ったら、培養して。今。そうそうそう。脳を作るのよ。そうそう、ほんと。ね。脳も。そう。で、脳を皆さん、それを言ったら、培養して、脳をね、こう言ったら、まあ、作って、今ね、皆さん、今もう実験進んでるよね。脳を作って。だから、前だったら皆さんね、普通に、例えばその認知症がある人とか、例えば、そうそう、豚とネズミに移植して作ってたもんね。今ね、その、脳を培養、その人工で作った脳を培養したやつをネズミに移植したのよ。ちょっとなんかこう、そのネズミがちょっと脳をね、欠損してるネズミの中に人間のその作った人工の脳を作ったら、なんかあれだよね、皆さん。自然にその一体型してね、どんどん、だからその人工の脳がどん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 こう増えてきて増えてきて、こう培養どんどん増えてきてね。で、神経も血液も全部そこでもう作って自然にね、できて、治ったっていう風な実験あったの知ってる？なんか最近今年実験で成功すごして、それ。そうそうそう。ね。で、これすごくない？だって。だってアルツハイマーとかでもあるじゃん、脳欠損したりとか、事故で脳欠損したりとかの人のためにそれを作れるってこと、今後。そうそうそう。でしょ？もう事故とかで脳だからもダメージ受けたりとかして、そこにまたこう変えれるっていうね、アンパンマンみたいな。そういう世界ができるってこと。脳梗塞とか、そういうなんかね、そう脳欠損した人のために、こう、また新たにこうできるっていうね、培養したやつを植えることによってできるみたいな。そう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 。あと、その脳を培養した脳みそ、その人工脳みたいなのを作って、前だったら、薬とかでもアルツハイマーの人に、まあ言ったらさ、実験であるじゃん。例えばその実験で、ね、これ服用させたりとかはあったけど、それをする必要が皆さんもうないわけよ。もう、その培養したその脳でね、人工でアルカノイドで作ったその脳に、それで試せるんだよ。わかる？皆さん、言ったら。そう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 。ね。だ、脳があるよ、脳が。作ったね、わかる？人工の脳がもうここにあんのよ。だからここにだから加えれるってこと。だから普通に。もう。人間にはもう言ったら、試さなくても、言ったら自分たちが作った人工の脳に、言ったら薬を投与したりとかして、みたいなこと。うん、これだったらこっち、これだったらこっち、みたいな。そうそう。ね。だから、海馬とかあるじゃん。その記憶をつかさどるやつとかも、それも今作ってるよね。実験で。海馬とか、大脳とか、中脳とか、小脳とかも全部ね、そうやって今やってるから、そうそうそう。ね、今すごいよね、技術が。ほんと。そうそうそう。脳まで作っちゃうみたいな。ほんと。ねえ。すごいでしょ？だからそういう風なさ、男性のなんか性器みたいなものもさ、できるんじゃない？そのうち。
今はその言ったどっかの肉片かなんかで作ったチンポつけてる人いるらしいけど、お鍋さんでもね、さっきの話じゃないけど、多分そのうち本当にちゃんとしたおちんちんがね、つけてるんじゃないかしら。ね、アメリカンドッグありがとうございます。そうそう。脳が作れたら全て再生可能になりそうだね。確かにそうだよね。だって今、心臓とかもだってもうね、作れるもんね。心臓とかいろんな臓器もね、言ったら。できるんじゃない？全部チェンジして。ねえ。じゃあ、何？全部チェンジできるってことはさ、不老不死？っていう風な話になってくるよね、これね。不老不死。だって全部モデルチェンジできるじゃん。置いてったモデルチェンジ、モデルチェンジ、モデルチェンジみたいな、モデルチェンジみたいな。でしょ？だって結局、ねえ。モデルチェンジしちゃうじゃん、だって。結局、全部ね、結局。そう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 。悪くなったモデルチェンジ、モデルチェンジみたいなさ、やっちゃったの。そう、臓器もね、置いてきたら入れ替えて、入れ替えて、入れ替えてっていう風になってくるとさ、ねえ、皆さん。これやばくない？本当。ねえ。そうそう。だって今ね、その老化を治す、老化現象を止めるっていう風な技術も今ね、進んでるから、ねえ、皆さん。これすごいかもね、本当。そう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 。雪見見てる？何雪見、何それ、何雪見てどういうこと？本当ねえ。でも死のないなんかそういう人生ってちょっと怖いわね。ねえ、なんかもう本当ね、ずーっとなんかさ、ねえ、いつ実現すんのって。なんかそのなんかアルツハイマーとかなんかそういう風な、そういうものは、でももう今もうどうなんだろうね。知らない、聞いてみて。そうそう。おしっこ行ってくるわ。聞いてみてね。私聞かないで。皆さん、無料投げてください。聖杯、聖杯どう？皆さん。聖杯は、そう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 。おしっこ流してるわよ。聖杯どう？あ、匿名さんに1個ありがとう。どう？聖杯、手に入った？誰か。ありがとう。メッセージカードありがとう。こんばんは。ねえ。誰か皆さん手に入った？聖杯ね、ない。あ、匿名さんに1個ありがとうございます。なんでないんだろうね、こんな頑張ってるのにみんなね。なんでだろうね、こんなみんな頑張ってるのにね。あ、匿名さんありがとうございます。これいじめだね、運営さんのいじめ、これ。いじめよ、絶対。いじめに決まってるわ、こんなの。そうそう、おかしいわよ、ほんとね。おかしい、ほんと。アメリカンドッグありがとうございますね。おかしいよね、ほんと。あ、匿名さん5個ありがとう。5番ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。養分のリスナーさん、何、聖杯がいっぱい余ってるの？でも養分でもイベント中でしょ今。あ、イベント終わったのか、前半のイベントが。前半のイベントが終わってってこと？聖杯が余ってるってこと？ちょうだーい。ねえ、皆さん。ちょうだーい。ほんと。ねえ。使わないんだったらちょうだいよ。養分ね、イベント終わったんだったらね。ちょうだーい。ほんと。欲しいわよ。ください。ほんと。
ねえ、養分ください、ほんと。ねえ。そうよねえ。ねえ。難しいわね、ほんと。なんかさ、その聖杯中に結構また聖杯が出ましたって結構多いよね。うん、あるのよ、そういうのね、結構ね。うん、頂戴するって、うん、いいや。そう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 ね、うん、なんかね、悪いし、悪いしっていうか別にね、うん、なんかそのほら、そんな絡みないでしょ。絡みないのになんかこういう時だけなんか養分とかっていう風にさ言うのもなんか違うじゃないね。あのパニちゃんとかだったらね、パニちゃんってね、なんかあの余ってるって聞いたんだけど、ちょっとちょうだいとかっていう風にあのね、あの言えるじゃない。そうそう、付き合いもなんかないのにそんなさ言うブーンとか言って、ちょっとなんかあの聖杯余ってるって聞いたんだけど、ちょっとねもらえるっていう風に言うのもね、ほんと会いたけどパリちゃんね、ほんと。そうそうそう、うんね、でしょ。うん、いたらいいけどね、ほんと周りにね、ほんと。あ、前回そう、アムチンだ。そう、顔知る私ね。前回そう、アムチンだわよ。アムチン。アムチンにもらったんだよ、前回ね。そういえば。なんで私こんな顔白いの？うん、ね、顔白いの、私これ。見て。顔白。何これ。うん、ね、顔真っ白。すごい顔よ、皆さん。これ。そうそうね。美白よ。うん、美白。アメリカンドッグありがとう。ねえ、鈴木園子って古いよね、ほんと。あのね、鈴木園子っていう人はもう大体もう40、もう大体ほぼ40。そう、オーバー14、うん、ねえ、鈴木園子知ってるなんて、もう今の若い子知らないよ、鈴木園子なんて、うん、ねえ、アメリカンドッグありがとうございます。鈴木園子もだいぶ前にもうね亡くなってるけどね、もう20年前とかに。そう、もうもっと前かな、本当。だって私が多分高校生か、多分そこら辺ぐらいに多分もう亡くなってるからね、もう。もうだいぶ前の話よ。さあ、着替えていこうかしら。ね、みんな。ね、誰って美容の人、うん、美容の人、もう本当に顔ね、もうすっごいね白い人、真っ白けで、うん、ね、そうそうそう、ファンデーションっていうかライトがね当たってるね、もう真っ白け顔が、うん、ね、顔がもうここだけ白いの、お化けみたいに、そうそう、うん、ね、白塗りお化けみたいな、そうそう。おね、そういう人。アメリカンドッグありがとう。ありがとうございます。そういう人よ、皆さん。ね、で、売ってんだよね。鈴木その子のファンデーションみたいな。あったよね、ほんと。その子のファンデーションみたいな。誰が買うのよ、あんなのと思って。でも結構あれ、みんな、多かったよね、買ってる人。鈴木その子のファンデーションみたいなやつ。そう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 、ね、ライトがすっごい当たってね、今も知らない、ほんと自分で調べて買えば、ほんとね、ほんと、うん、あ、いまだにお店あるんだ、その子のお店、おお、そうなんだ、うん、今なら92歳って、今でも92歳だったら生きてるよね、生きてるっていうか92歳か、今もう100歳だもんね、今の時代ね、皆さんは多分死ぬと思うのよ、早く。私もそうだけど、昔、じゃ今の80、90だったら100歳まで生きると思うわ。70代とか、いや、じゃなくて、ちょっとじゃなくてね、皆さん、あのね、戦後の言ったら、まあ、欧米食とかね、そういう添加物を食べてる年代じゃん、私たちって。だ、結構あの病気になりやすいのよ、なんか結構それに言われたの、福祉の先生に言われて、
その言ったら今のその長生きしてる老人は言ったら昔の時代の人っていうかさ、結構和食じゃん、中心的に添加物もなくそういう風に生活をしてるわけじゃん、言ったらほぼ和食でしょ。だから結構ね、まあね、まあ、長生きしやすいらしいのよ逆に。ただ私たち添加物を取ってるし、まあ言ったら塩分も取るじゃない、結構多めにね、欧米食食べたりとかして、ね、野菜っていうか結構あの肉が多いじゃん私たちって。でもなんかに結構なんか自分たちの体ってお肉には合ってないらしいのよ、人間日本人の体っていうのは逆にね、本当だ、病気をすごいしやすい、がんとかそういう風な病気を。だから結構ね、あの長生きその言ったらするのはちょっと難しいかもねと言われたね、先生に言われたその私の年代ね、言ったらそう、ねえ、そうなのよ、そうやって言われたのよ、あ、そう、魚とかそういう風な野菜とかそういう風なこと、ねえ、まあでも私は生きるけどね、皆さん私は生きるわね、生きます、そうね、私は行きますね、そう私結構長生きそうだよね、長生きしそう言うて、そうね、私はそうね、100一応100歳まで一応ね生きようと思ってるのよ、100歳まで、100歳までね、すいません、そう100歳まで生きようと思います、こんにちは、無理くないってなんでよ、なんでわかんないじゃんだってね、本当に。そう、ね、あのね、知らないよね本当みんな、糖尿病も治るんだよそのうち、いずれ治療開発すんだよ本当、皆さんわかる、あのね、100歳まで生きるプロジェクトっていうのがあるのよ、これ前も喋ったもんね、私一回ね、みんな覚えてるかしら、ね、そう、政府国を挙げて今ね取り組もうとしてるところがあるのよね、皆さん、知ってる、みんなこれ、もしもし、死んだ、死ぬの、死んだの、また画面暗くするよずっと、今度は負けないわよ、今度1時間ぐらいするわよ、いいの、1時間画面暗くするわよ、ほんと、そう、ねえ、ほんとよ意地悪するわよまたみんなに、そう、ねえ、じゃあなんかさ、あの国を挙げてなんかそういう風なね、なんかあんのよ、なんだったっけ、なんかあんのよ皆さん、ちょっとまた今度調べておくわ、そう、もうだから私たちは言ったらもう体はここにあって、もう一個のねモデルのやつがあって、言ったら脳を言ったらね瞬間的に向こうに移せるのよ、言ったら脳の残像、その今のここに今脳がある、じゃんここに今ね、それを言ったら移せるの、パッと体を、あの言ったら、そう、だからいろんなね、わかる皆さん、こう人形じゃないけどいろんなやつを置いて、わかる、いろんなタイプを置くじゃない、置いて映せるの、アバターを映せるわけ、ピャッと、そう、だからあ、なんか私今日アメリカに行きたいかもって言ったらアメリカにピャッて行けんのよ、わかる、アバター、脳のだからその部分だけアバターに移して、そう、アマビちゃんありがとうございます、何どこに捨てるの、まあ黙ってたあなたね、一体ね、ほんとお黙り、ちょっと何だって今ね、そう、移せるんだよ、そういうことがもうねこの 4,50 年でも起こりえるのよ皆さん、仮想空間ね、もう 4,50 年だよね、うちで、であとがんもなくなるの、体から、これガン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 言ってるけど皆さんね、将来がん、もうね体のスキャンするじゃん、ウィーンってスキャンした、ここにがんがあるって、ちっちゃいがんがもう何センチのがんがもうここにあるっていうのがもうスキャンしてわかんない、あ、がんがあるから取りましょうって言ってピャッて取っておしまいよ、
わかると皆さん。そうそう。ビャーって取って、はいはい、ちっちゃいのがあるから、はい、つってこうね。わかると皆さん。そうそうそう。ね。それが起こり得るんだよね、この4、50年で。そうよ。ね。そうそう。ガンがもうだから早く早期でも、本当に早期、ちっちゃいのがもうすぐに見つかるってこと。全部の体のガンが。わかるっていう風に言われてるよね、これ。もう。そうそうそう。それも今開発してるもんね。だって。もうできてるかもしれないし、みたいな。わかんないけど。そうそう。ん？その頃に違う。うるさいな、頭にあんた、あんた、クソババア、ほんと、タレチババア、ほんと。ねえ、ほんとよ。うんちくババア、ほんと。そう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 。ん？ほんとよ。ん？アメリカンドッグありがとうございます。え？そうそう。え？ちょっと。とりあえず行きますか。ね。とりあえず行こう。ちょっとね、もう皆さん、もうこんな時間だわ。ね、行きますよ。え？でもだってもう言ったらさ、まあほら、ね、皆さん。あと何だったっけな。あとまあ、ロボットも皆さんね。もう言ったら一家に一台ロボットも出てくるよね。そのうち一家に一台ロボットもね出てくるね。本当。そう、一家に一台はロボットがついてるとか、うん、ねあるから、ロボットと 共存するって言われてるもんね。ずーっとロボットがだから相棒じゃないけど、言ったらドラえもんみたいなやつ本当にね。これいや本当調べてみて、本当政府が考えてるやつ、うん、日本の政府のやつがもう本当にそれ帰ってるのよ。そういう風に未来はするみたいな、あんのよそうやつ。そう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 、うん、アメリカンドッグありがとうございます。うん、そうよ皆さん、 AI のやつ、こういう風な言葉みたいなやつね。えちょっと言葉ちょっとまだね微妙だけど、でもまあ今十分かな、結構ね喋れてるかな。そうそうそうね、確かに。うん、家政婦ロボ？私は何だろうね。そうそう、介護ロボットとかにも将来、だって皆さん介護にロボットはもうね、家に、だってもう多分ね、施設は多分パンクすると思うのよ、いずれ。もう。うん。だから多分そこで、多分出てくるのが介護ロボット。皆さん、将来ね。もう今もう実践してるけど、いろんな施設でもね。だからいるよ、絶対ね、介護ロボット。うん、ね、そうそう、お風呂解除したりあげたりみたいな、わかるの？そうそう、解除したりみたいな、そうそうそうね、トイレに移動させたりみたいな、そうそう、体を支えてね、こうやってあげたりとかして。いやだってね皆さん、体結構重いから、言ったらね、人間の体ってやっぱね、あげるの大変だよね、人間がね、こうやって。だってそうだ、ロボットに解除するのよ。お願いって言って、わかる？こうやって上げて、こうよ。わかる？ちゃんと。そうそうそう。いや、そういう風な時代来るよね、絶対。もう、介護。ん？夜中にロボット来るの怖い？え、でもだって、じゃそこら辺垂れ流すわけにいかないでしょ？だって。そう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 。ねえ。うん。あのね、やっぱね、夜は、あのね、結構日中は誰かがいるから、じゃあトイレ解除してもらおうっていう風になるけど、夜はもうね、誰も解除する人いないから、そこら辺でもう、あの、やりなさいっていう風に言われてもさ、できないじゃん、みんな絶対。ね。日中は誰かいるからいいけど、みたいな。夜はもう、誰もできないから、そこでもやりなさいっていう風にさ、おむつの中でやりなさいっていう風に言われてもさ、まずできないのよ。私経験したことあるから分かるけど、まずできないの。そうそう。なんだけど、そこでロボットとか誰かいるとみんな助かるじゃない。だって。そうそうそう。ね、自分でこうね、起き上がらせてくれて、みたいな。起こしてって言ったら、はいって起こしてくれてね、体を起こしてくれて、ね、トイレ行きたいんだけど、はいはいって言って体をこうね、よいしょって言ってね、起き上がらさせてくれて、みたいな。そう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 。ね。でしょ？可愛いかもよ、もしかして。ね、そうそう。人間のロボ、人間風なロボットなのかもしれないよ。
もしかしたらね、私イケメンがいいわ。皆さんね、私イケメンがいいわ。イケメンの、そうそうね、イケメンにしよう。行きましょうか。お待たせしましたね。誰も待ってないと思いますけど。あね、アメリカンドッグありがとうございます。そう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 、じゃあ行きましょうか皆さんね。ね、誰も待っていないと思うけどねえ、待ってたの皆さん、これ今日のやつを。あ、そうそう、画用紙もいる、画用紙もいるね、画用紙もね。今日久しぶりだもんね。よし、画用紙もいるとね。画用紙でこっちが衣装で、こっちがカツラね、こっちがカツラ。そうそうね、よし、そう、ナイス、皆さん押しといて。ナイス、ナイス、もっと押せないのかな。これ昨日の夜頑張ったんだよ皆さん、実はね。夜頑張ったのよこれ。うんね、400までいったのよこれね。400になって皆さんに、夜のやつのナイス、これねえ、少ししか増えてないのよ。うんと、ねえ、どういうことこれ。ん？ねえ、どうなってんの？アメリカンドッグありがとうございます。みんな押してくれてる？え、機長くんダントツ、はーい。別にどうでもいいです。そうそうね、ほんと誰が別に上に行こうが別に関係ありませんね。アメリカンドッグありがとうございます。押してください、皆さん押してください。ん、今日なんかナイスがすごい。私が、周りが貴重だよ。何がよ、何が貴重だよ、何なのよ一体。うるさいわね、ほんと。え、ほんとよ。ねえ。うるさいのよ、ほんと。ねえ。静かにしなさい、ほんと。アメリカンドッグありがとうございます。ねえ。うるさいのよ、ほんと。そうそう。ねえ。うるさいのよな、あんた。ほんと、うるさいわな。ほんと。アメリカンドッグありがとうございます。早く行けって。消すわよ、うるさいの。ほんと。いいの？え、ねえ、もう見れなくしてるよあんた。だったら、え、いいのよ、私は指でこうピャッていう風に消してもいいのよあんた。そうやって、うん、言うけどいいのよ。ねえ、消してもいいのよ。ねえ、165、え、覚えてるよね。ん、パニちゃん、パニちゃん、パニちゃんいいんだよ。え、サブで見るから。残念でした。サブでも無理今、うん、ね、サブでも無理です、今もう見れません。うん、ね、そうそう、同一のスマホでは無理、もうアカウントを変えても無理よ。残念でした、うん、ね、関連ブロックがありますね。ん、ね、誰消してほしい人は。あ、セッキーちゃんありがとう。誰消してあげるわよ。どこ、はいはい、はい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 、ん、
何スマホくす、あ、本当？じゃあまた出てきてね、本当ありがとうね。はいはいはいね、うん、スマホたくさん持ってるらしいからね、はい、うん、またね、はい、ありがとう。はい、続きまして誰ですか、はいね、はい、誰ですか、消してあげますよね、出ておいで、うん、ね、はーいって言ったら消してあげるよ、ほんとね、残念でした、私の紅白歌合戦見れませんでしたね、うん、あ、消えた、ほんとみんなね、消えたわね、みんなね、ほんと、うん、アメリカンドッグありがとうございます、消えたわね、ほんとね、無残に。さあ、じゃあ行きましょうか、うん、ね、ほんとね、消すわよって言ったら全然来ないね、そんな見たいのね、この放送を、大好きなのね、この放送のことが、しゃあないわね、ねえ、しゃあないわね、ほんとね、ええー、意外にみんなあれだよね、あの、いい子だよね。そうそう、いい子ね、なんだかんだね。そうそう。アメリカンドッグありがとうございます。なんだよ、黙って見てればいいんだよね、ほんとね。ほんと、ブチブチうるさい、ほんと。そうそう。じゃあ、行きまーす。早く行けよとか言うの大体ババアなんだよね、ね、ああいうのね、うん、そうそう、さあ、じゃあ枠切り替えていきますよ皆さんね、はーい、はーい、何？何？あははは、何？ざまあ通報したの？ベタはね、ほんとね、また消しちゃったわ、ほんと負けないわよ、あたしはあなたをブロックしたわよ、ねえ、負けないわよ、うん、うん、アメリカンドッグありがとうございます、ねえ、負けないわよ、こっちもねえ、皆さん、ほんとよ、さあ枠切り替えますよ、皆さん無料、無料、無料、無料投げて、無無無料って投げて、無料お願いします、なんか下からさ、相沢さん来てるよ皆さん、ちょっとちょっと皆さん、下からちょっと相沢さん来てるよ。相沢さん。なんでなんで相沢さん来てるの、下から。ねえ。相沢さんにさ、追いつかれそうだよね。ほんと。ん？やば。ねえ。負けちゃうよ。ねえ、相沢さんに。アメガホンありがとうございます。なんだそりゃ。ん？アメリカンドッグありがとうございます。じゃあ行きましょう。どういうこれサムネにしようかしらね、これだ、微妙だもんね、これ変だもんね、これどう、ね、これなんか違うしね、これ来るかな、これ結構パンチある？ねえ、これ結構パンチあるんだ、でもね、でも気持ち悪いと思わない？
見るからにこれボタンをさ押したくないよね。この顔見てどう思う？これ大丈夫かな、これだねえ、これでボタンとかみんな押してくれるかな、これ見た瞬間に。うわっと思わない？これうわ最初からうわっと思わない？大丈夫これねえ、どう？普通な感じ、普通な感じにする？どう？ちょっとねえ、アユみたいな感じ、どう？アユ見て、どう？浜崎アユみたいな感じ。みんな聞いてる？画面暗くするよ、またねえ、負けないわよ。何動いたの今？本当？あな、あら本当だ。なんか固まってんね、固まってて。ねえ。なこれでいいかな。ねえ。浜崎あみのなんかほら A ベストな感じしな。これでいいかな。アメリカンドッグありがとうございます。じゃこれでいいかな。うん。ほら。この顔何？これでいいの？この顔で大丈夫？これでこれでいいのね、本当。アメリカンドッグありがとうございます。これで大丈夫ね、本当。じゃあじゃあこれでいくわよ、本当。じゃあじゃあこれで切り替えます。